はい、お疲れ。おはよう。おはようございます。出勤しました。お疲れです。お疲れです。お疲れです。マサ、マサ、お疲れです。似てない。似てない。ちょっと入ってくる一瞬。紹介するか、俺の彼女。まずさ、ついにできたんですか、彼女。俺の彼女紹介するか。こんにちは。どうも。爽やか。こんにちは。あ、ビールお願いします。の次に有名なのすごい有名だ。今からニコラさんと一緒に大戦隊。はい、ワード2。エイス。トレさんがオカマになってるんだけど。全然妹より可愛い。何でこっちの方が勝ってる。あった。はい、いらっしゃい。ダンボール。キムガイさんが早く渋谷に来て今からラーメン食いに行こう。絶対出ないでしょ。マイさん行くの。準備あるだろうけど。セッティングがあるんだろうけど、はいはい、セッティングは全てですよ。バランサー助けて。いや、配信者でしょ。ひどんなさでしょ。どうも、はじめまして。はい、こんばんは、いらっしゃい。全部持ってっちゃうんだよ。でも、基本じゃないですか。基本じゃない。パクチー2000円ぐらいだけどさ。一緒だっけ。おはよう、いらっしゃい。おはよう。飲みに来たわ。最近飲んだくれてるから。どうも皆さん、悪名高い和道です。よろしくお願いします。あ、どうです。お疲れ様でーす。お疲れ様です。皆さん、ケビー。エスケビー。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。エスケビー。和道さん。和道さん。お疲れ様です。ありがとうございます。このルールで花火もらったら、ひどんなの隣の人が注意。だから俺も見に来てねえじゃねえかよ。なんだよそれ。ないね。なんだよそれ。つなぎやだよ。知らねえよ。知らねえよ。知らねえよそんなの。愛だよ。なんで俺がキスされねえじゃん。でも俺箱さんと全部ローコさんとはスルーラブだからね。じゃあ次のちょっと待ってよ、俺やだよ、まず飲んでねえよ、そのルール。ルールとかいいんだよ、いい、俺のペースでやらせて、俺のペースで。やだ、人のペースでやりたくない。まだエンジンかかってないんだから。普通に少ないじゃんね。ね、ハルビもらってくるのが悪いから。俺と兄かわいい。デコブロックみたいかわいい。デコブロックみたい。じゃあ行きましょう。行こう。キマイさん、この子連れてきてる。そうですね。優しい。そうですね。女だって優しい。なんでちょっと待って。渋谷に来てって。なんか、すごい怖いよ。キンパイさんなんか、道進んでるって。え、ひどんなさ、帰ってないの。
関係ないよ、ね、そんなことないよ、ね、関係ないよ、ね、どんな男が好きなの？それでも勝ちたくしてる話聞いてるよ、どんな男がタイプ？行く気満々だよ、ラグビー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 、いいからもう、ルールでいいの、見なくていいのよ、いいのよ、見なくてもう、これ捨て頃出ないよ、捨て頃出ないよ、捨て頃出るでしょ、捨て頃だよ、捨て頃だよ、捨て頃だよ、そんなこと言ってる、捨て頃だよ、だって絶対配信しきられるじゃん、つけられるじゃん。マトさんって知ってます？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 ブスとか書かれるから、ありがとうございます。あ、じゃあ帰ります。お疲れ様です。なんで帰るの？だってアンチばっかりなんだもん。アンチないですよ。いい、呪縛やるわ。バイバイ、うん、はい、ただいま帰ってきたわ。だろう、もう早く。あ、落とし大丈夫です。あ、あの、あれもらってもいいですか？あの、ハイザン。ハイザン、はい、すいません。スターローン、日本語うまいな。本当に柔らかい。早く渋谷行けよ。本当に柔らかい。ハイザンが呼んでんだよ。苦しくないよ。 ありがとうございます。ほら、特に高い人だけ。ワドさん、キスやめて、嫌だって。ありがとうございます。いや、ドルさんもうできてるでしょ、あれ。完全にできてるでしょ。見せるように今注意してるぞ。もう出来上がってるんだ。出来上がってる。すごい。じゃあ俺らも別に今、拒否ってなかった。拒否ってない。映してみましょう。早っ。いや、映す、映すじゃん、絶対映す。映さないじゃん。映さないじゃん。だからカメラこっち向いてるんだよ。絶対アウトカメラで言いました。じゃあ、してない、してない。映さないから。こんばんは、いらっしゃい、みゆこ。付き合ってるぞ、できてるぞ、完全に。本当に映してないって。俺はできてるぞ。なんで切れてる。日常さんあるじゃん。日常さんあるじゃん。男同士で違う。お約束だから。おやすみー、あーさん。おやすみあー、ありがとう、もかもか、アイテム。待って、ナミさんの目が怖いんだ。てめえ、マジで。こんばんは、アイツ。こんばんは。こんばんは。出てこない。でも荒野いいじゃん、それ。つなぎ、つなぎいいと思うよ。だから夏が暑くね。暑いですね。ユニフォーム、配信のユニフォーム。花火ありがとう。いや、すごいよ。地面にべったり。地面にべったり。いつもの定位置は、俺は本当はカウンターで飲みたい派なのよ。俺は本当はカウンターでしっぽりが好きなタイプ。なんで、アイシュン喧嘩したの、ドルさんと。何があったの？何があったの？さっきね、あの電波が悪かったんだよ。え、カウンターつまんない。俺カウンターで飲むしっぽり飲むのめちゃめちゃ好きで、俺バー一人で来るときいつもカウンターだよ。マスターと絡むのが一番好き。なんでドルさんにはがっかりよ。あ、全然全然、いつでもリアトゾッケーだから、配信中は。全然 OK だよ。なんでびっくりなの。ドルさん、アンチが増えてんだけど。大丈夫。なんでなんで。あ、ありがとう。ドルさん、なんで株落としてんの。ドルさん、なんか、ドルさんの囲い系にしてたか。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。今の顔面白い。ちょっと待って。何アイチュンとかもう見ないって言ってるけど、何があったんですか。え、知らないよ。俺は知らないよ。ドルさん似合いますよ、口紅。綺麗な女の子とキスするって言ったから、してないよ。してないよ。俺じゃない、光がでしょ。あ、そうだ。アンチめっちゃ増えてる。え、知ってましたよ。知ってましたよ。あ、東京全然リアドして、リアドして。何もしてない。
あーそっか、ドルさんのキモさがバレたんだ。ヒカルがもたもたしてるから、ドルさんのキモさ、俺が言っちゃうよ。ゼリーだよ。どれは変わった、メッキが剥がれてきた。ハハハじゃねえ、ザマザマ、因果応報でしょ、因果応報、なんでだ、因果応報、女にだらしないから、女にザマだよ、ザマ、すごいな、こいつ最近ザマだよ、最近なんか違うよ、俺はだから格闘技教わってるから師匠だっつったけど、俺からしたらもうなんか雑魚配信者だもん、今はもう関係ない、格闘技教わってないんだから、うん、関係ないよ、本当に別にもう対等として配信者としてやり合うよ、俺そうちょっと閲覧が増えて調子に乗ってるおじさんだから、これそうでしょ、ちょっと閲覧が増えて調子に乗ってるおじさんだよ、いいじゃん、今ぐらい調子乗ってるもう消えてくんだから、8月には消えてんだから、ああ知らん知らんって感じ、帰ると言っとく、やっぱ合にいれば合に従いだし、やっぱりその格闘技教わるっていうことは師匠だから、捨て頃終わったらもう関係ない言いたいことは言う、 YouTube の動画に釣られた、ツーさんいらっしゃい、楽しんでて、釣り忘れました、うん、ケビー、うん、いや口紅似合いすぎるぞ、そう、それはそれ、これはこれだから、戻ってその前からここに、それはそれ、これはこれだから、ちょっと戻ってくるから、まだ戻ってくる、吉田さん、俺何時からケビー、もうあれだよ、これラブホ行く流れだよ、ラブホ行く流れ、ラブホ行ったよ、二人でしけ込んでるでしょ、あれ完全パコるよ、これ歌舞伎の、歌舞伎のラブホに行ったよ、歌舞伎のラブホに、ケッピー、こんばんは、スーさん、羽が、あれできてるな、いや、香水臭くはないよ、香水臭くはないよ、香水つけてないんじゃないの、なんかマッチョ系の人って香水つけないイメージ、いやできてるよ、感じが、2人手をつなぎ銀河鉄道の夜で、うん、ね、かわいいね、かわいいね、うん、ドルさん香水つけてないけど、なんか叫んでる、スカイブルーだったらスカイとトニックで割ればいいんだよ、それがスカイブルーだから、薄めにスカイをトニックウォーターで割ってもらえばスカイブルーの味になるよ、うん、ああそう、キャスバーってね、あのオーナーがいるよ、キャスバーっていうのはあの配信者のインチキ大王さんが配信者向けのたまり場を作ってんの、ていうか俺ハゲすぎだろ、最近ハゲすぎだ、大丈夫、なんかめっちゃハゲてない、大丈夫これ、え、ちょっと待って、めっちゃハゲてない、大丈夫かな、めっちゃハゲてない、ちょっと待って待って待って、めっちゃ事故でしょこれ、これ放送事故でしょ、めっちゃハゲてるっしょ、やばやばくないこれ、ゲーハーでしょ、ゲーハーやばいな、まあいいや、ハゲたらハゲたで美味しいもんね、やばいなやべえな、まあいいや、ハゲたらハゲたで美味しいもん、来てるな、まあいいや、
のボタンがくるっと。そうだよ、インチキ大王のオーナーだよ。インチキインチキ大王オーナーなんだ、知らなかったそうそう、最近いないっすね。あ、最近なんか歌舞伎で遊びまくってんって聞いてますよ。そんなわけないっすか。最近お店にいらっしゃらない。あ、確かにいいよ、もうハゲはハゲで美味しいから。ハゲはハゲで美味しいから、いい。電話しないでください。2代目ランハゲ。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。なんでかな。交代してるの孫正義だね、それ。インチキさんどうなんだろうね、わかんない。リスナーさんが多い。リスナーさんが6割、配信者が4割ぐらいの割合でいつもいる。リスナーさんも一人でカウンターで飲んでること多いよ。なんかリア凸できるから。初見さんいらっしゃい。ゆうき様、もしよかったらフォローしてね、よろしくお願いします。全然たまり場だよ、配信好きの。未成年だからキャス行けない。夕方からソフトドリンク飲みに来ればいいんだ。そう、夕方6時からやってるから夜8時ぐらいまで条例引っかかんないぐらいの時間帯に来て、それでいいじゃん。寝れないのね。マリアンいらっしゃい、いらっしゃい。フォローありがとう。J カップってやるくらいですか。場所、歌舞伎町。すいません、つまみでチャーハンと唐揚げ何個、3個くらいつけることできないですか。遠いんだ、歌舞伎町遠いんだったら無理、無理だね。一人で行ってる人多いよ、リスナーさんは。まあ友達来る人もいるけど、大体一人で飲んで、いろんな配信者来るから、あのリアトするっていう人が多い。いつもハプニング起きておかしいって、それはヒカル君と金梅さんだから。ヒカル金梅やっちょっちょトラブル起こしてんの。高3人以外普通に飲んでるよ。うち弾幕禁止よ。弾幕やめて。弾幕ブロックするよ。弾幕やめて。荒野にブロックされた。俺に言われてもな。ブロックすべき伝統ですから。伝統やめてください。あ、俺見たことあるの。キャスバンチャーハンめちゃめちゃうまいよ。お疲れっす、ワンダフルさん。どうも。そうそう、踊ってみたの動画は結構よく流れてるね。ありがとうございます。返してきます。ワドさんのとこも来た。なんか来たね。めっちゃ荒らされてるわ。いや、なんかこ弾幕打たれてますね。弾幕なんかニコ生っぽいな。そうそう、ふわっして弾幕とかなかなか見ないじゃん。ニコ生って。いや、なんかだからコメント欄にブワーって書かれてますよ。今ブロックしましたけど。髪赤入ってるよ、もちろん。赤と肌色が入ってる、この辺。この辺に肌色入れてる。これハゲじゃないから、肌色だから。フードあるよ、もちろん。バードも。フード美味しいよ。びっくりした。びっくりしたの、アジフライがめちゃめちゃうまい。肌色おしゃれ。
すごい勝利すごいちゃんとしっかりつけてる。最近キャスバー週3ぐらい3、4ぐらいで。肌色いい感じでしょ。肌色光沢のある肌色入れてるから、このトップのところに光沢のある肌色入れてる。顔映さずにおっぱいだけ映してる。うわ、おっぱいでかっ。すげえ。僕の顔だけで、じゃあ入って顔だけで彼女をここだけ映して。おやすみつーさん、またフォローしてね、よろしく。俺の家からね、1メーターだね。歩いて20分ぐらいかな、2、30分ぐらい。僕は見てるだけ。あ、うわ、指入れてる。うわ、指入れてる、スパイさんが。さっきなんか歌舞伎で飲んでるってアハホメン言ってたけど、来ないのかな。挟まれたい。おやすみーりよさん、バカ3個ありがとう。これで挟まれたい。こうやこっち来いよ、こうや久々に絡もうぜ。俺自虐やって、自虐やってんの、じゃあいいや、うん、つまんねえからいいや。いや帰ったっていうか、なんかラブホテル行ったんじゃないの。しけ込んでるんでしょ。はい、わざつーサバちゃん、タクシーでよ夜中2割増しの料金で890円だった。 ありがとうございました。あ、そうなの？ゴジラのホテル目の前だよ。キャスバー目の前だよ。だってゴジラのホテルそこだよ。ほら。そこに映ってるじゃん。え、お疲れ様です。また。いっす、いっす。あ、帰っちゃったんだ。来ればよかったのに。たくさん絡みたかったけど。いや、目の前だよ、ゴジラのホテル。来ればよかったのに。俺は起きたい時に起きて寝たい時に寝るっていう目の前、うん、アハハメン来れば5時まで。え、ここって何時までだっけ。6時までだっけ。朝までやってるよ。寝れない、いらっしゃい。激近いでしょ。キャスバーで検索してきなよ。いや疲れたんならいいけど、俺あれだよ、明後日には沖縄行っちゃうから東京いないよ。今光…え？いつから沖縄行く？俺28、前乗りする。北斗金前さん29から屋久島行って、30、31か1日ぐらいに沖縄行くんで。オッケー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 、楽しみだ。俺なんかさ、海流チケット買ってないの。あ、そう、僕らも買ってない。プラーっとなんかさ、もう沖縄超楽しもうと思って、満喫しましょう。うん。え、しかもあれだよ、テルが、テルのリスナーさんがホテル取ってくれたらしくて、マジで俺、テルと、二晩、ちょっと共にするからできちゃうかもしんない。うぇー。小山来るんですよ。小山来んの？あ、行きます。え、何日入んの？単独で、自分でチケット取ってきた。いや、単独でかどうかわかんないけど。お前、かわいいな、こいつ。かわいい、こういうとこかわいいよ。みんなバラバラで俺も誘ってよって。別に仲間なんだから来ればいいじゃん、普通に。ヒカルさんに誘われて、あ、まあ、いいよ、来いよとは言ったけど、もう焼き島で、まあまあ、そうだよね、ヒカルくんの企画だから、それは。あれだよ、なんかさ、俺らさ、テルと琉球グラスってわかる？あ、綺麗な、はい、飲むジョッキ、そうそうそう、はい、あれを作ってリスナーさんにプレゼントしようってやるから、その時、一緒に作ろうよ、みんなで。いいっすね、ね、楽しそう。そうそう、ハブ捕まえましょう。ねえ、いや、ハブ、死ぬよ、本当に。そう、本当死ぬよ。うちの本当のハブは血清してるらしいですよ。やっぱりよ、噛まれたら肉溶けるんだよらしいですね。シャレになんないよ。で、ヤシガニ、ヤシガニいいじゃん。でもヤシガニも指挟まれたら指ちょっといいんだよ。取れる、取れる、取れるね、うん、でもヤシガニうまいらしいよ。食ったらめちゃくちゃうまい。うん、他の大抵なんで楽しい。ヤシガニいいね。なんか LINE 来たんだけど、うん、あ、ありがとうございます。すいません、チャーハン来ました。あ、ありがとうございます。これチャーハン超うまいから、うん、なんだろう、 LINE が来た。
チャーハンめちゃめちゃうまいっすね。定番だよね。沖縄好きっていうか、俺は半分沖縄の血入ってるわ。沖縄の血入ってる半分。母方が、母ちゃんが沖縄だから。うまいよ。うまっ。島津は親父方な。島津は親父方。あと3日は。あ、そうなの？いや、直接電話もらったら行ってたのに。全然行ってたのに。東北、東北だよ。サル君は沖縄じゃない。チャーハンうまいんだよ、ここ。あ、すいません、ディタクレください。ディタクレープ。確かに、ヒカル君沖縄っぽいよね、ちょっとね。おい、悪魔のキューピーいらっしゃい。あ、和道です。よろしくお願いします。J カップの女の子です。J カップ。え、なに、この辺が職場なんですか？え、家この辺なの？へぇ。え、なに、どこで出会ったの？リスナーさん？今ここに来て、うん、誰のリスナーでもないってなって。あ、そうなんだ。コンビニ連れてってって言われて、一緒にタバコ買って。え、なに、配信全く見たことない人？全然見たことはありますよ。あ、あんまお手さん見てなくて。はい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 。和道さんはすまん、優しく一緒に詰めるから。何の話ですか。和道さんと一緒に配信を見た方が絶対欲しい。ありがとうございます、ぜひぜひ。はい。島津って珍しいって、島津ってあの薩摩藩だよ。薩摩藩の当主の名前。薩摩って知ってるでしょ、篤姫とか西郷隆盛とか。それも当主の家系。鬼島津だよ、鬼島津。バイバイ。じゃあすみません、ありがとうございました。頑張って。バイバーイ。はい、じゃあ、お父さんあれでしょ。ういっす、お疲れっす。また沖縄、はい、沖縄でっていうか、沖縄の前にまた2、3日後ここにいるでしょ。でも、屋久島配信は見るわ。超楽しみ。ういっす。ういっ、てら。本名、島津なんだよ。そう、俺。島津ね。戦国最強の武将って言われてるやつ。海外で待ってる。あー、じゃあ海外で会うか。オッケーオッケー、お疲れ。アホフメありがとうね。久々に来てくれて嬉しかったよ。これからもよろしく、うん、こんばんは、タータン。ケーキありがとう。帰るの、こうや。帰ります。なんだよ、つまんねえな。つまんねえ。つまんねえだろ。まあいいや、お疲れ。島津高光ってのがもういそうだもんね、武将に。じゃあ、あのね、島津家って、久っていう字、久っていう字と、ただっていう字。あの、島津家の当主にしか付けられない名前ってあるんだよ。要は、その、引き継いだ長男だけが告げる名前とかあるの。で、ただって中っていう字、あの中に心って書くただっていうのと、久っていうのが伝統ある名前の。だから、
あの文系だからタダとかヒサとかつけらんない。文系だけど27代目当主だよ俺。みんな帰ったカル君も帰って、ドルさんとヒドンナも帰った。来る？ダブボール。なあ、こうやと飾りなかったけど、いや、来なよ来なよ、待ってるよ。もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。ワドウです。お名前お願いします。ああ、ちょっと待って、リス、あ、いいっすか。もしもし。もしもし、ごめんね、ワドウです。 あ、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、リスナーの、細田神豚です。あ、どうもどうも。お疲れ様です。お疲れ様です。和田さん、いろいろコメントとかでまあ荒らしたりとかそういうのをしてるっていうことについてはまず謝ります、自分の方が。お、全然全然。それでブロックされてるのも、もう自分がやったことは認識してるんで、うん、それに関してはまあ自分がなんていうのかな、コメントで打つべきじゃないことを打ってるっていうことで、そういうふうにそういう処置をされてるのは仕方ないと思ってるんです。はい。だけど、リスナーとしてですね。はい。和道さんに、まあ、言いたいことっていうのは正直あったんですよ。はいはいはい。それで、まあ、リア突に直接行くとかね。はい。そういう話をして、リア突に直接行って俺が話をするとか。はい。そういうことを。っていうか僕は何の件で僕が、その細田さんが怒ってるのかとかも知らないし、そういう事情とか話したことなかったじゃないですか。全然話は聞くってずっと言い続けたじゃないですか。でも喧嘩売り続けたのは細田さんじゃないですか。いや、喧嘩っていうよりも、はい。そもそも、まあ和田さんが、まあ分かんないっていうのもそれは分かりますけど、もしもし。何すか？あ、聞こえます？大丈夫ですか？聞こえますよ、全然。うん。自分がそもそもそういうことを言い出したきっかけっていうのが、はい。ロハコさんを使って、荒野をはめましたよね。はめたっていうかさ、別にさ、はい、放送でさ、はい、俺は荒野のこと可愛がってんのよ。で、あなたが荒野の囲いかなんだか知らないけど、おめえもリスナーならさ、はい、配信に口出すなよ、はい、素人なんだから。おめえがさ、じゃ書いた台本で、はい、おめえのおもちゃじゃねえんだよ、荒野は。俺だって荒野のこと可愛いしよ。荒野のこと育てたいんだよ。閲覧取らせたいんだよ。おめえみてえの素人が出しゃばるのよ。いや。おめえの言う通りにしたら、じゃあ荒野伸びんのかよ。おめえの言う通りにやったら荒野伸びんのかよ。閲覧取れんのかよ。お前荒野のことおもちゃにしてんだろ。取れますよね。俺だってバカじゃねえんだよ。4年やってんだよ。舐めんなよ。いや、舐めてはないですよ。バカとかなんとかってそういうことを言ってんじゃないんですよ。配信に口出すぐらいだったら見るな。俺の放送見なくていいから。いや、だからあなたの放送は見てないですよ。はい？あなたの放送は見てない。じゃあ見なきゃいいじゃん、別に。何の用で。あなたが荒野をはめたことについて謝罪をしてほしいから。だったら俺と荒野がなんで仲良くやってんだよ、今よ。そう、仲がいいかどうかは。おめえがぐちぐちぐち言ってるだけだろ。ね？すげえのかよ。仲がいい。こうや、こうや、来いよ、おめえの話だから、おめえのリスナーがケチつけてんだから来いよ。それは和道さんの言い分なんですよ、これは。わかります？お前、ホスだってリスナー知ってる？はい。うん、なんか文句あんだって。はい。何が文句あんの？こうやが俺にぐちぐち言ってんの、じゃあ。こうやがぐちぐち言ってんの？おめえがぐちぐち言ってるだけじゃないの？俺の放送見なきゃいいじゃねえかよ。てめえなんかいなくても困んねえよ、俺。だから、ワードさんの放送なんか見てないんですよ。じゃあ見なきゃいいじゃん。あなただってブロックしてるんだから。うるせえよ、ぐちぐちぐち。人の人間関係にぐちぐち言うくらいだったら放送見んな。お前向いてねえよ、人間関係。人間関係バカじゃねえの。俺の放送見ねえんだったらな。俺の放送にケチつけんなよ、バカが。いやいや、あなたの放送のことなんか何もケチつけてない。俺、おめえとつるむ気ねえから。何偉そうにしてんの？
荒野とつるんでりゃいいじゃん。荒野の放送見てりゃいいじゃん。だから見てますよ、見てます、見てます。だからあなたがはめたことに対して、はめたとかはめてねえとか、俺と荒野の問題だわ。荒野、俺はお前のことはめた？いや。はめてねえっつってんじゃねえかよ。おめえが一人で勘違いしてるだけだろ。ちげえのかよ。一人かどうかは、いや、一人かどうかは、ね、あなたの、ね、その価値観だから。何？ね？それは僕が今言ってるから、それは僕一人なんでしょうけど、あ、ね、ちょっと待って、声小さいよな、こいつ。イヤホンつけるから待って。はい、はい。ぐち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 うるせえな。お前もこんなのに振り回されんなよ。おめえ舐められてる証拠だぞ、お前。おもちゃにされてんだぞ。お前ドローンじゃねえんだからよ。こんなぐちぐち言わせんな、囲いに。腹立つな。情けねえぞ、配信者として。ああ。喋って、もしもし？はい、聞こえます。あれ、俺聞こえないな、ちょっと待って。ぐちぐちうるせえんだよ、おめえのおもちゃじゃねえんだよ、配信者がよ。おい。いや、あなたのことなんか別におもちゃだともなんとも思ってないんですって。聞こえねえな。聞こえねえや。僕の方が悪いんですか？僕のこのイヤホンが悪いです。あ、俺が悪いや。いいよ。そのまま喋って何？はい、だから別に和道さんがのおもち和道さんをおもちゃにしてるなんていうことは。じゃあ俺のことをおもちゃにしてんじゃなくて、おめえが荒野のことをおもちゃにしてるっつってんの。おめえが気に食わねえかどうか知らねえけど、荒野は荒野で考えてるし、俺は俺で考えてるんだよ。で、俺と荒野の人間関係に屈折すんなよ、ね、和道。いや、和道さんが配信してることに対して、コメントを打つっていうことはできるわけですよね。おめえブロックしてるからコメント打てねえよ、バカ。いやいや、だから普通であればですよ。普通であればじゃないよ。お前ブロックしてんの。バカだから、お前が。俺、お前と絡む気ねえから。荒野のところでコメント打ってろよ。俺、放送中なんだよ。絡む気ないって、だから私は、ね。お前、俺の放送見てねえって言ったけど、じゃあなんでこのタイミングで放送に突っかけてきてんだよ。いや、荒野の枠を見てれば、あなたの声は丸毛声なわけですよ。何？荒野の枠を見てれば、和道さんの声は。はい、お疲れ様です。また、よろしくお願いします。いっす。うん。平野さん、また、ぜひ、機会があったら、お願いします。うん。ごめんね、絡めなくて。はい、お疲れ様です。お疲れっす。お疲れです。ヒカル君帰ったの？はい、帰りました。いいや、荒野、ありがとう。こいつ気に食わねえから、俺言うから。ありがとうな、お疲れ。お疲れです。うん、マリーナ、絡んで。いいよ、じゃあ話聞くよ。何？何が気に食わないの？だから荒野の今枠を見てたんですよ。うん。ただ和道さんの声っていうのは、僕は和道さんの枠は見てませんけど、うん。まるで、丸聞こえなんですよ。あ、そうなんだ。ですから、うん、ね、その今、その話してることも含めて、そこにいらっしゃることも分かったわけですよ、自分はね。当然配信を見てたわけですから。だから、だから何なんだよ、ね、私が言いたいことがあるから上がっていいですかって今 LINE 送りましたよね。うん、いいよ、別に。だから、和藤さん別にそれ上がっていいですよって言うから僕は今かけたわけですよ。だからいいよっつってんじゃん。話してんじゃん。何が文句あるの？お前と、だからお前と絡みたくないっていうことがまずおかしいじゃないですか、だって。お前と絡みたくないって、お前と絡みたくないよ、俺。めんどくさいから。あら、いや、だったら、ね、喧嘩とつ開けさせてください。お前が言いたいことあるからっつって機会をやったんだよ。俺別に今すぐ切ってもいいよ、別に。お前と話しても何の生産性もないから。いや、それは逃げですよね。どこが逃げなの？いや、都合がいい。だから、お前が荒野のことをおもちゃにしてて、荒野の絡み気に食わなかったんだろ、俺との。じゃあ、その時だってブラウザバックすればいいじゃん。はい、ごめんなさい、何ですか？俺と荒野の絡みで俺に気に食わないことがあったって話だろ？そうです、そうです。うん、じゃあ、その時だけ見なきゃいいじゃん。荒野に言えよ、和道と絡むなって。いやいや、荒野がいたところに今、和道さん来たんですよね。俺がどこにいようと勝手だろうがよ、俺の人生の。それは、じゃねえんだから、バカか、お前。うん、それを指示するつもりなんか全くないんですよ。だけど、指示なんかしなくていいよ、見るなっつってんの、バカ。いやいや、バカっていうか、だから、頭悪いな。指示なんかしてないですよ。うん、気に食わなきゃ放送つけるの別のところ見りゃいいだろ、腐るほど配信者いいんだから。おめえの思う通り世の中回ると思ったら大間違いだぞ。僕が見るお前の思い通り世の中行くと思ったら大間違いだよ。お前いくつだよ。僕41です。41だろ。お前の都合で世の中回ってると思ったら大間違いだよ、春日。わかるか、俺の言ってること。お前今俺600人リスナーさんいんだよ。で、600人いて、お前が不快にさせてるだけだから、はい、すっこんでろよ、いい加減に。
お前の言ってると子供をダダこねてるだけだよ。お母さんおもちゃ買って買って買って。いや、今買えないよって言ってんのに買って買ってって。バカじゃねえの。お前の思い通りに世の中行くわけねえだろ。大人になれよ、少しは。大体のことはうまくいってんですけどね。まあ、うまくいってりゃいいんじゃないの。お前の人生なんか、これっぽっちも別に興味ないから、俺。まあ、そうでしょうけど、うん、そうだよ、ね。次元が違うから、ね、和道さんと僕とは次元が違うから、それは全然、それは価値観の違いで、それはそうなんですよ。お前が俺に用があってかけてきたんだよね。俺、突受けてやってんだよ。だから、うん、まず、俺がお前に興味あると思うなよ、バカが。いやいや、僕が、まず何にも話してないうちから、だから言いたいことあんなら言えよ。バカすぎるだろ。あなたが、ね、うん、最初からもう一回言いますけど、要件言えよ、要件。要件言えよ。だから答えよ、ロハコさんを、うん、ロハコさんを使って、荒野をはめたことに対して、謝罪をしてもらえませんかっていうのが、無理です。無理です。その、だから理由を教えてくださいよ。無理なのはわかりますけど。お前のために配信やってないから。じゃあ僕以外の人が不快だということを言えば、なんで俺がお前に謝罪しないといけないの。俺、お前客でも何でもねえんだわ。お前から金1円でも引っ張ったか、俺。いや、何も、そんなことはないですよ。なんでお前に文句言われる筋合いがあるの。あとですね。なんでお前に文句言う筋合いがあるのか言えよ、春日。おめえがどうして出しゃばってくんだよ。俺に1円でも払ったのか。だ、うるさいな。うるさいなじゃなくて、俺に1円でも払ったのか。あとね。俺に1円でも払ったのか言ってみろよ、春日。いいから黙んなさいよ。いや、黙りなさいよじゃなくて、てめえがクレーム言って、なんで俺がてめえに、お前謝んなきゃいけないんだよ。謝る筋なんかねえよ、バカが。てめえ、俺に1円でも払ったか？いや、お金払ってねえよな。お金の話をしてるんでしょ、今。ね。金の話してますよ。あなた俺に恩義あるの？俺、おめえに恩なんかねえから。あなたね。俺は普通に支援されて生活してんだよ、バカが。お前、俺に1円でも払ってないでクレーム言ってんだよ、バカだろ。お前、牛丼屋に入って牛丼食ってよ、ただ飯食って、あ、金払ってくださいって言ったら、いや、お前、この牛丼まずいって言ってんだよ。バカじゃねえの、お前。金払ってから言えよ、せめて。あ、お金払ったらじゃあ言わせてくれんですか、じゃあ。今まで払ってたらの話な。今から後出して金払ってもダメだよ。バカだろ。ダメなんですか。だからそういうところが甘いって言ってんの。だからそれじゃあ、あなた、旨味がないか、ない。旨味なんかねえよ、てめえとからんで。バカだろ、お前。お金がもらえる。当たり前だろよ。金稼げねえと食ってけねえんだよ。バカか、お前。じゃあ僕がお金を払うから言い分を言わせてくれって言ったら、聞く。じゃあ100万今すぐ振り込め。お前金に困ってねえって言ったよ。今すぐ振り込め、100万。な？そしたら話聞いてやるよ。謝ってやるよ。100万振り込んだら謝ってやるよ。100万払えるんだろうな。小さい男だね。無理だよね。100万なんだ。100万今すぐ振り込めんのか？土下座でも何でもしてやるよ。100万円を用意するっていうことはできますけど。今すぐ振り込め、100万。だったらどんなこと言うな。土下座でも何でもしてやるよ。100万で。それで文句ないな。話終わりでいいな。100万振り込んだら土下座でも何でもしてやるよ。お金で動くということなんですね、それは。もちろん、金で動きますよ。プロなんで。当たり前じゃないですか。プロなんで。100万だったら土下座でも何でもしますよ。それは台本で？はい？それ台本で謝るってこと？台本じゃねえよ、誠意込めて謝るよ。あなたの前で土下座するよ、100万振り込んでくれたら。だからそれ100万のギャラを払ったから謝るってこと？そうです。それとも？そうです。それはね、台本じゃない。じゃあ用がないんで帰ってください。謝るつもりありません、あなたに。いやいや、謝るつもりがないとかっていうんじゃなくて、うん、ね、あなた今とりあえず和道さんね、話を聞くとは言ってくれたわけですよ。話聞いてんの？いや、一方的に、この自分が言うことに対して、全部、遮るじゃないですか、話を。はい。話を全部遮っていくじゃないですか。じゃあ言いたいことあんなら言えばいいじゃん。で、捨て頃の件なんですけど、もう一つね。うん、その、ちょっとロハコさんのことはちょっと、おかしといてもらって申し訳ないんですけど。いや、いいよ、いいよ。捨て頃の、ね、ことに関して、いいですか、チケットを買って行くわけじゃないですか、リスナーって。はぁ、あ。それって、ファイトマネーがどういうふうに動いてるのかわかんないですけど、あなたは、便所太郎さんからお金をもらってるって言いましたよね、僕に。はい、便所太郎さんからお金もらいましたけど、何ですか？そのお金って、便所太郎さんが全部払ってるわけではないじゃないですか。
いや、便所太郎さんからお金もらったんですよ。それ以外関係ないですよ。いや、だから、便所太郎さんからお金はもらったんでしょうけど、便所太郎さんの、その、お金の出どこっていうのは、例えばそれがチケット代だったり、ね、その、支援金だったりとか、協賛者の支援だと、そういうことなんじゃないですか？僕には関係ありません。で、関係、それはおかしいでしょ。どこがどうかっていうの？僕は捨て頃会場に行ってお金は払わせてもらってるわけですよ。あなたが勝手に金払ってどこで金使うかあなたの自由ですよ。僕は手つけるくないです。ね？あなたがどこで借り物せようが、どうお金を使おうが、全然構わないと思いますよ。和道さんはリングに上がる、要は出演者なわけじゃないですか。そうですね。捨て頃においては。そうですね。僕はそれに対してお金を払って見に行ってるわけですよ。あなたが勝手に買ったんですよ。それは和道さんだけじゃないって言われりゃそれまでだけど、和道さんだって出てるわけだから。俺出てるけど何が関係あんの？あなたが勝手に買ったんじゃん。つまり、あなたは自分にお金なんか何もね、払ってないって言うけども、間接的には払ってることになるわけじゃないですか。あなたはお金払ってないって何？俺を支援したって言いたいの？いや、それは一部はそういうことになりますよね。ならないことですよ。なんでならない？なんでならないって俺はあなたから金受け取ってないから。俺は弁護太郎さんから、こういう役割で、こういうポジションで、こういう仕事してくれって言われてギャラもらったんだよ。なんで俺はお金払ったの？世の中の仕事ってのはみんなそうなの。ね。直接1対1なんてね、職人じゃないんだから、そんな仕事なんてね。そんな道理通用するわけねえだろ。子供じゃないんだから、ね。スーパーで物を買うんだって、問屋からね、商品を卸したものを買う。すべて間接的な間があるんだよ。だから何なの？つまり僕は、あなたにお金を払ってる。いや、それは無理がある。俺、あなたからお金受け取ってないから。あなたが裏で便所さんとどうしたとか知らないけど、俺は便所さんから金もらったのよ。うん、うん、うん、それはそうでしょうね。ああ、うん。だけど、その便所太郎さんのお金の出どこの、ね。いや、文句があるんだったら、チケット買わなきゃいいじゃん。俺、便所太郎さんが聞いたから、聞いたけど、便所太郎さんにあんたの話したんだよ。便所太郎さんにあんた言われたよね。だったらキャンセル料払うから、来んなって言われたよね。一切言われてない。言われたよね。一切言われてない。いや、言われてるから。ベンゾ太郎さんも知ってるから。いや、じゃあ、キャンセル受け付けますよって言われてるから、ね、お前。いいか、今日ね、あなた今来る前に、そこにいたんだよ、俺。だからなんだよ、知らねえよ。そんな話はね、今日、ベンゾ太郎さんに直接会ったけども、一言もされてないよ、俺は。2週間ぐらい前、捨て頃の。うん、DM だってそうだけど、何にも来てない、そんなもんは。いや、別に捨て頃来なかったよ、うん、だから、まあ。俺気に入らないんだ。別にお前のために戦ってるわけじゃねえから、俺。じゃあ、それはわかります。それはわかる。全然わかりますよ。うん。それはわかる。それは自分も、それはあの、和藤さんの言い分は、俺は、花火ありがとう、三つ。花火ありがとうね。ありがとう。ただ、うん。どうしてもね、ね、うん、その、チケット代がね、うん、払ったことが、じゃあ、僕は誰にお金を払ってるのじゃん。弁当太郎でしょ？弁当太郎にお金を払ったことになるの？僕は。そうだよ。じゃあその弁当太郎のイベントに対して弁当太郎にチケット払ったんだろ、うん、弁当太郎に言うよ。弁当太郎に文句言え。そういうことですよね。うん、そういうこと。弁当太郎になんで文句言わないの？弁当太郎さんに何を文句言うの？和道ってやつ気に食わないから外せって言えばいいじゃん。別に和道さんがね、リングに立つことを僕は何の拒否もしてない。あなた練習してんのだって僕は見てるわけだから、あの配信上だけどね。いや、配信見てないってさっき言ったよね。いや、それは配信見てないってさっき言ったよね。それ金牌さんの配信見てねえって言ったじゃねえかよ。めくれてんだよ、バカが。いや、あなたの配信を見てお前見てねえってさっき言ったよな。うん、見てないよ。リスナー聞いてるぞ。うん。お前の練習配信見てんだよってどういうことだよ。見てんじゃねえか。ねえ、ねえ。いや、それはだからあなたの配信じゃなくたってあんなのいくらだってやってるわけじゃない。バカじゃないの、本当に。ね、いいよ、金牌さんだって回してる。お前みたいなバカ見なくていいよ。うちのリスナー頭いいんだわ。賢いんだわ。普通にいい人ばっかりなんだ。てめえみたいなの見なくていいわ。困ってねえから。うん。二度と来んなよ。別に、見ませんよ、だから別に。うん、見なくていいよ、もう。うん、うん。だから、その見る見ないはどうでもいいんですよ。うん、どうでもいい。何が言いたいの？その、和道さんが見るなって言ったら僕は見ませんよ。何？配信に関して。和道さんが、俺の配信を見るなって言ったら僕は行かないです、そんなことは。うん、ただ今、そういうこと言ってるんじゃないですよ。別にあなたが普通に見て応援してくれるんなら見ていいよ。楽しく、和道、良かった、試合良かったよ、頑張れよ、とかさ。普通に負けちゃったけど辛かったなとか、ね、練習頑張れよとかみんな言ってくれてんだよ。いや
いやいや、あなたの試合に対して、和道さんの試合に対して、僕は一言もディスることなんかないんだよ。ないの？それはないよ。だって負けようが勝ちようが、あなた一生懸命やったじゃない、それに関して。うん。試合に関してさ、俺自分のツイッターでも書いたよ。ね、和道って俺嫌いだって。だけど、試合は一生懸命やったっていうような内容のことは書いたよ、俺は。うん。見てもらえればわかる、それに関しては。うん、俺、捨て頃に関しては、あなたに関して何にも文句をディスることは一言もないですよ。今文句言ってんじゃないかよ。いや、それは、試合に関しては文句はないって言ってるんですよ、僕は。何に関して文句あるのじゃあ。それ、だから、チケット代のね、そのね、要するに払ったことに対して、自分のね、その、まあ、お金の話になってしまうけども。お前が言ってることを、ね、じゃあ要約するわ。K1 でマサトが試合しました。はい、K1 でマサトが負けました。はいね、俺はマサトの K1 に、はい、お前マサトに伝突してんだよ、はい、お前はマサトに伝突して、はい、ね、金返せっていう話だろ、はい、おかしいだろ、 K1 のプロモーターに問い合わせろよバーカ。いや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 、お金を返せ。 K1 でチケット買ってマサトが負けたから悔しいですって2万円返してくださいってバカだろ。いやいや、和道さん、和道さん、あなたの試合がどうしようもなかったから金返せなんてことを言ってて何も言ってないですよ。何が言いたいんだよね。え、あなたから金をもらってないっていう、そういう考え方が、もう間違ってるってことで言いたいなんですよ。もらってねえもん、もらってねえよ。お前から痛い気ももらってねえよ。いや、だからそれ無理があるでしょ、どう考えたって。あ、僕はあなたの試合のことに関しては認めてますよ。ね。じゃあ文句言うなよ、認めてんなら。ね、認めるところは認める。ね、それで、その、例えばね、顔がね、あなたの顔が天下。いや、1万2000円だか8000円だかのチケット買って、和道試合頑張ってたらよかったで済む話だ。なんで選手にクレームしてんの？バカじゃないの？なんですか？選手にクレームって、だからあなたに別に捨て頃に対するクレームなんか一言も今もそうですけど、言ってないですよね。そのチケット代の、ね、あなたのファイトマネーのあり方について考え方がおかしくないですかってところを僕は詰めてるんですよ。別におかしくない。俺、弁護士さんと契約してんだから、おめえと契約してねえよ、バカ。そんなね、言い方ないと思うよ、俺は。気に食わなきゃ、ね、見なきゃいいじゃん。俺と絡まなきゃいいじゃん。そんな、和道さんね、俺だって別に怒鳴ろうがね、おとなしく喋ってもらおうがね、言い方が変わらないけど、そういう言い方はないよ。お前から金もらってねえのは事実だろ。いや、それはそうかもしれないけど、そういう意地を張るような言い方ってのは良くないと思う。お前さ、俺のところは僕のね、励まくってる。僕の、はい？はい？だから俺怒ってんの。お前、俺の悪口って放送部会ずっとやってんだから。やりましたよ、やりました、やりました。やってるよね、それは認めます。認めるでしょ、はい、だから迷惑だっつってんの、はい、だからブロックまでされましたよ、僕は。あなたブロックまでって当たり前だろ、バカ。うん、ちょっと一回でもあなた解除しましたよね、ブロックね。解除したよ。その理由は教えてもらったんですけど、うん、まあ要するに毎月一回はカウントをクリアにするっていうことですよね、うんうんうん。で、僕、これ、今月クリアしてくれるんですか？こっち側だったら、あ、カメラ映んないから飲もう。チャーハン釣られて頼みましたよ。美味しいよ、すごく。うん、飲もう飲もう。配信も見てない。ね、配信も見てない。支援もしたことがない、一、はい、回も。なんでお前のクレームで、はい、お前に謝れって言われないといけないの？その根拠を教えて。なんで俺は謝んないといけないの？お前に支援もされたこともない。お前には、ね、暗視コメ書かれてるだけ、うん。お金ももらったことない。はい、放送も見ない。お前にクレーム言われる数字じゃないわ、はい。正直。いや、それは考え方でしょ。考え方じゃなくて、俺が言ってるのは一般論ね。うん。だから、和道さんの一般論はわかりますよ。いや、俺が話してるのは俺の考えじゃないよ。普通に一般的に考えて、お前がやってることおかしいって言ってね。じゃあなんでこんなに和道さんの枠っていうのはアンチコメが湧くんですか？はい、なんでこんなにアンチコメが湧くん？俺の放送見たことないのになんで俺の放送のコメント知ってんの？いやいや、それはブロックをされてない時は見てますよ。だって、はい、和道さんの枠、あなたにブロックをされる前っていうのは、だって僕アンチコメあなたのところに打ってる。違うよ、お前が言ってたのはあなたの放送なんて見たことがないし見ないっつってたの。もう矛盾しまくってんだって。いやいや、それ今の話でしょ。ブロックされたから僕は見てないっつって。じゃあ、お前が言ってんのはさ、ね、ブロックされたら見れないだけなの、うん、物理的に。もうめちゃくちゃだから。そう、いや、見れないってことはないんですよ。まあね。僕のカウントは別に。わかるわかるわかる。要はサブアカであったりとか、要は録音しないで見れることはできるよ。はいはい、ってことは、正直言わせて。はい、俺もぐだぐだ言わないから、はい。正直なこと言って、細田さん。見てないっつったけどさ、見てるってことだよね、はい、正直。
あ、見てませんよ。ちょっとは全く見てないです。いや、見てないですよ。あの、ブロックされてからは本当に見てないです。はい。ブロックされる前までは。じゃあ、なんでサブアカの下りが出たの？じゃあ、なんでサブアカもありますしっていう話をしたの？バカすぎるよ、お前。見え張りすぎ。いや、見えなんか張ってないでしょ。そんなの、お前、配信を見てれば誰だってわかることでしょ、そんなの。うんうん、配信を長くね、見てれば、そんなことは、ね、うん、僕じゃなくたって、誰だってわかることでしょ、そんなことは。うん、はい、わかったわかった。で、うん、結論から言うけど、お前に謝ることは一つもないわ。うん、それで、もう今月、申し訳ないですけど、6月終わりじゃないですか。え？もう6月と終わりじゃないですか、もう下旬で、あと数日で。で、ね、で、このブロックって解除してくれるんですか？いや、しません、あなたは。あ、してくれないですか？見たいってお願いするんだったら解除します、正直。ごめんって。普通に見るわって、荒らさないわって約束するなら、俺は気持ちよくあなたにも見てほしいんで、うん、解除しますよ。和藤さん、約束しますよ。コメント一切しないです。うん。見たいの？あ、見たいです、見たいです。オッケー、わかった。それはかっこよかったからブロック解除する。今すぐするわ。はい。はい、それは約束する。気持ちよかったから。はい、うん、男らしさ感じたし、はい、こんだけ突っかかっても見たいっすって言ってくれたの嬉しいから。はい、じゃあこれからよろしく、ね、うん。はい、うん、要するにそのコメントで荒らすこととか、うん、その要するに和道さんが不快にさせるっていうことに関してはしないですよね。え、何？あ、コメントはしないけど見たいのね。いやいや、コメントしない、まあ、コメントしない、するなって。コメントしてもいいよ。要はブロック解除してほしいって話だったの？いや、いいよ。そうそうそう。俺はリスナー一人増えるんだったら俺は嬉しいから。いやいや、細田ウェルカムだよ、正直、ね。俺はあなたウェルカムだよ。いや、もし普通に見てくれんなら、はい、俺は仲良くしたいし。はい、ただ、覚えてるかもしれないけど、突っかかってきたのはあなたが最初だから。そうそう、それはもう認めますよ。うん、だから謝ったし、それを認めてブロック解除してくださいって、それだったら解除するよ、俺は。仲良くやりたいし。大手の和道さん。ね、和道さんとリアイトツもしたことないわけだから、僕のことなんか知らないわけですよ、うん。知らないよ、正直。ね。で、僕から行かない限りは、うん、それは和道さん、僕のことなんか何も知るわけもないわけだから、うん、僕はこういうアンチをしたから、このアンチの細田だっていうことで認識されてるわけじゃないですか、今。もちろん。ね、だから変な、まあ変なというか、それは僕の責任でもあるけども、そういう認識のされ方をしてしまったんだけども、うん、それはね、あれですよ、その、大人げない部分もありましたよ、僕のその米の打ち方に関しては。いや、だからその別に文句言ってない。ムカついたらブロック入れるだけだから。はい、あ、まあまあ、それはずね。俺はそれしかできないんだから、ムカついたらブロック入れるよ。それだけだよ。いや、それは、全然いいと思いますよ。だけど、ブロック解除してよって、はい、俺正直見てえわ、和道の放送って。言ってくれたのは嬉しいじゃん。いや、嫌いだけど、正直和道のこと嫌いだけど、コメント打つか分かんないけど、ね、和道の放送見たいって言ってくれたら俺はウェルカムだよ。みんなウェルカムだよ、うちのリスナー。いや、僕はね、和道さんに限らずね、一生懸命配信やってる人の配信ってのは見たいんですよ。うん。それは荒野にしたってそう。和道さんにしてみれば、まだまだひよっこなのかもしれないけども、うん、彼は彼で頑張ってると思うんでね、僕はそういう意味で応援したつもりだったんですよ。うん。だけどね、和道さんがね、ああいう感じで、そのドハコさんとの絡みがあったじゃないですか、俺、プロだよ。俺、4年やってるんだよ。俺、4年やってるんだよ。荒野の輝かす方なんて分かってるんだよ。はい、あいつ、不器用なんだよ。喋りでやってけねえんだよ。だけど、俺が実際はめたか、ドハコさんと。うまく逃がしてるだろ。それは荒野と俺の人間関係があるからなんだよ。そういうさ、配信にケチつけるな。ね、配信に。お前よりよっぽど考えてるし、ね、俺腕あるんだよ。いやいや、だからここのポジションにいるんだよ、今。だから飯食えてんだよ。うん、おめえみてえな雑魚に、ね、配信がどうのこうの言われたくねえわ。こっちはプライドやって必死に考えてんだよ。ね、ちょっと待ってください。ちょっと、別に怒るところじゃないから。いや、怒るよ。俺はプライド持ってやってんだよ。この間ね、話が長い。ブロックは解除する。じゃあな。お疲れ。これからよろしくね。はい、じゃあね。お疲れ様で。お疲れ。長えよ、話が。30分引っ張んな、冒険。落ち作ってんだろ、3回ぐらいよ。だから素人だっつってんの。切るタイミング間違えんなよ、冒険が。すいません。申し訳ないです。申し訳ないです。BGM ちょっと上げた。え、カラオケあるんだ。カラオケあるあるある、全然。じゃあ今すぐブロック解除してやるか、しょうがねえから、かわいそうだから。最初から素直にブロック解除してよって見てんだよって言ったらさ、全然解除すんのにさ。ブロック解除して OK だよね、これは。お疲れ様でした。嬉しかったです。ブロック解除します。
可愛くねえよな。普通に、いや、ちょっと嫌いだけど、見たいんだよって言えばいいのにな。ブロックしたら見れないんですか？見れない。コメントも打てないよ。はい、ブロック解除したよ。はい、こんばんは。ブロック解除したよ。和道です。名前、何さんとお呼びすればいいですか？ラムです。ラムさん。和道さん。はい。和道さんいいですか？はい。サインもらって。ああ、もちろんもちろん。今日、全員にもらってるんで。はい、ああ、全然全然。手もらって。はい。どの辺に書けばいいですか？あ、もうどこでもいいですか？この辺でいいですか？はい。はい、インチキさんにもらって。はい、報道もよろしくお願いします。僕はあのリアトツ1万人の企画やってて、はい、1カウントさせていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ですね、今リアトツ1カウントさせていただきます。今85名なので86名で、これね、レッツノートのあの一番小さいやつなんですよ。このタイミングで言っていいの？起きなよ。え？何忘れた？三脚？仕事できるでしょ。三脚、三脚が必要な配信スタイルじゃないでしょ。三脚取りに戻ってきたの？最後結局お前かよっていうね。うん、この謎のメッセージを残して去っていたよ。仕事だね、プロ、プロだね。行ってもいいですか？え、今から来んの？え、店って何時までですか？6時までです、ね。6時まで？ 6 時までだよ。ゴリさん。全然、今ね、今4時11分だから、あと2時間よ。一応5時がラストオーダーになっちゃう。うん。オッケーです。5時ラストオーダーだって。今から行きます。急げ急げ。今から来るやつが、愉快な仲間たちが来るよ。え、ごめんなさい、名前何でしたっけ？ラムです。ラムさんね。ラム、オッケー。ラム、はい、あの流星ラムさんのラムさん。ラム、裸の夢でラムです。へえ。裸の夢でラムってこと？ラムです。エロ。いや、本業じゃないですよ。いや、もちろん現実の人。はい、現実の人。現実だってか、最初にその配信をやった時にラムコテハンなんだ。はい、裸の夢って書いてラム、やば。ダンボールかわいいよ。うん、これどんな放送を見るんですか、ラムさん？あんまり大手さんは見ないですね。うん、なんかリスナーさんのとこによく行きます。リスナーさん、自爆やってるリスナーさんのとこに遊びに行ってるのが多い。え、配信者の？いや、本当にカサカサです。へえ。へえ。で、どこでやってるの？ツイキャス？ツイキャスです。うん、はい。あ、でもリコ食べてみよう。リコだ、ラーメン食うんだったら松井だ。お手来てないよ。うん、タオル昨日からいます。服着替えよう。ん、タオル昨日から。キャビンいらっしゃい。お、赤間のキャビンいらっしゃい。うーん、え、もう長いんすか、ツイキャスは？いやいや、まだ今年入ってくらいですよ。そう、面白いですよ。いや、なんか赤裸々すぎて、うん、結構こう、うん、昨日デートしたんだって喋っちゃうから、なんかガチ勢が離れます。あー、ねえ、可愛い様子だから多分ファンができるのよ、男の。だから嫉妬しちゃうんだよ。そういうのは隠した方がいいよ、放送上では。でもなんかお金とか怖くてもらえないです。いや、お金なんかもらってなんぼだよな。お金なんかもう同情するなら金をくればりだよね。チョコボールいらっしゃい、風船ありがとう。ダンボールかわいいよ。ダンボール顔出しすればいいのに。何、喧嘩突ですか？全然雑談、俺は旅配信と雑談。フォローありがとう、ナミちゃん。うん、なんか4年前に配信始めてニコ生でやってたんですよ。で、なんか好きなことやって飯食いたいなと思って、で、配信が好きだから、うん、あ、ドレさん
ドレさん、気をつけてくださいね。え、この辺でよく飲んでるの？そうですね、うん、あ、まあ家近いもんね。そうです。え、何飲むの？結構好きなの？酒好きな？お酒弱いですよ。弱いの？弱いですよ。え、何あの、どういうお店が好きなの？カブ、うん、バーとかしか行かないですね。めちゃめちゃいいバーあるよ。超マスター面白くて、もともとそのゴールデン街の方でお店やってたのよ。で、もう歌舞伎でバーテン歴も20年ぐらいなんだけど、独立して今3年目ぐらいのお店があって、ちょっとこじんまりしたカウンターだけのお店なんだけど、うん、めちゃめちゃ面白い、そこ。そう、あとはなんかニューハーフさんのお店とかよく行く。はい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 、面白いよね、うん、そこはね、なんか物書きとかが集まる。へー、うん、結構話面白い人が多いの、うん、俺バー好きよ、バー好き。でもね、マスターの話が面白いところしか行かない。なんか私はカラオケがあれば何でもいいみたいな。カラオケないんだ、そこ。カラオケない。フォローありがとう、ペンギンマンさん、うん、何、歌うのが好きなの？話になるので、そうです、はい。ジャンルは何系？いや、まだなんかそういうのは決まってないんですけど。すごいじゃん、応援するわ。本当ですか？こういう感じです。へぇ、すごいね、頑張って。いやあ、潜って見てくれた、ありがとう、うん、ここカラオケもあるよ。いや、配信されてるんで全然いいよ、いいよ全然歌う、ね、でも歌うまそうですね。いや、歌下手だよ俺、声がいい声なんで。いや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 、お、アイテムありがとう、風船50個ありがとう、ドン。え、風船50個でいくらなんですか？25円25円。俺今手元に25円もらった。え、リスナーさんはいくら払ってるの？50円いや、半分入ってくんの俺に。時計は？時計？腕時計とかないですか？あ、もらうの？なんかあのアイテムで時計とかないですか？時計はないね。風船、ハート、ハンバーガー、花火で、花火が一番高いからが1000円リスナーさんが買うアイテムで一番高いのは花火で1000円で買うので、俺に500円入るの。だから運営さんと折半って感じ。ゆうゆう、あ、かもしれない。ゆうゆうアクションうまいよ。え、うまいって言われてんじゃないですか。全然全然、歌下手。もともとドラムやってたんですよ、楽器は。あ、もうダメだ。あ、そうなの？お、ありがとう、花火ありがとう、ダン、あざーす。これで今500円入ったんです。すごい。で、今日だいたい2万円ぐらいもらってて。すごい。で、今の枠っていうのは、1時間やってるな。1時間で2000円ぐらい、だいたい。だから今日2万2000円ぐらいお給料。すごーい。こういう世界。風船3個ありがとう。アイテムありがとう。まあ、限定アイテムっていうのあって、そう、3000円分のアイテムとか、そう、期間限定でやったりとかするから。花火すごい。キャスバーとフワッチは運営さんつながってないよ。おはよう、フリーランサーバーガーありがとう。あ、ワカメか、どうもどうも、ジャムおじさんいらっしゃい。風船100個ありがとう、ナミちゃんありがとう。もし初見さんよかったらフォローください、よろしくお願いします。だからまあ、こうやって支援していただいてて、これで生活してるっていう感じですね。え、いくらから換金できるんですか？3万円から、トータル3万円。だから1ヶ月3万円貯まったら、Amazon ギフト券とか、物に変えてもいいし、こういう現金に変えてもいいし、みたいな。仕事か、頑張ってね、ちゃんとも。いいっす、いいっす。あ、100個ありがとう、風船。ありがとうございます。あ、フォローたくさんありがとう、みんな。ありがとう。これからもよろしく。俺、リスナーさんの名前覚えるの結構、うん、覚える方かもしんない。
充電しよう。バーガーありがとう。顔は出すの NG の？あ、全然大丈夫。あ、全然大丈夫。じゃあ一緒に映ろうよ。NG だと思ってたわ。一緒に喋ろ。はい。うん。追加作業は何？ラムちゃんでやってんの？裸の夢で。あ、今は名前変えました。え、なんていう名前でやってんの？あ、花火ありがとうございます。お、花火ありがとう。ありがとうね、ザモーズさん。もう化粧がヨレヨレなんです。いいじゃん、時間だ。そういう時間だ。はい、ラムちゃんです。はじめまして、すいません、こんなぐちゃぐちゃで。整形してないです。整形したいですね。整形したいの？整形したいです。どこ変えたいの？片目が、二重の幅が違うんで片目を揃えたいです。もったいないよ、そんな綺麗な顔してんのに。いやいやいや。あ、すいません、ギタグレお願いします。はい、かわいいよね。全然ワドさん映ってないじゃない。あ、そうだね。うん。あ、じゃあラムさん乾杯。いい。ね、かわいいよね。うん、何飲む？俺を出すよ。あ、ほんとです。今全然大丈夫ですよ。うん、飲み放題なんだ、私。あ、そうなんだ。はい。うん、薄めでテキーラコークくださいな。いや、カメラ今 OK って言ったよね。大丈夫だよね。うんうん、40代なわけねえだろうがよ、お前。口やんなかよ。10代だよ。うん、10代だと酒飲めねえよ。20代だよ。20代前半だよ。うん、髪は俺ショートが好きだね。ショートカット人気ですよね。今人気なの？ショート好きっていう人多いですよね。あ、そう、うん、俺結構昔から髪短い人が好きかもしれない、結構、うん、すごい長いんですけど、うん、俺の文句言ってる配信者がいるのを報告しに来ました。ブレンディ関口さんありがとう、報告。でもね、残念ながらね、俺の文句言ってる配信者5万といるからほっといていいです。僕の文句言ってる配信者は世の中に5万と言います。はい。それをいちいち相手にしたらキリがないんでほっといてください。うん。はい。どうぞ言わせておいてください。ね、綺麗な人だよね、ラムさん。いやいや、ありがとうございます。ワド、僕中。何言ってんだよ、お前。フルボッキだよ、ほら。あ、風船来た。風船ありがとう、ドライパーティー。ありがとう。もう、シンゴさんとまた絡みたいなとは思ってるけど。うん。どうだろうね。シンゴさんがどう思ってるかじゃん。昨日コラボしたけど、警察沙汰になっちゃったから。なんか、その、好きな人がいるってコラボした、有名な人なのね、関シンゴさんって。ああ、知ってます。知ってる？お母さんと。そう、吉江さんと。で、初めて会ったの。はい、したら、好きな人がいるってもじもじしてたから、はい、どんな感じなんですかって言ったら、過去1年前に出会って肉体関係もあると、ただ喧嘩しちゃったと、で彼女に会いたいって言うから、え、今から告白しに行きましょうよって言ったの俺が。で、行こう行こうってなったの、みんなで。で、ブーンって車で3時間くらい移動したら警察から連絡来て、いやダメだよって、今から警察署来てって、え、何のこと何のことってなったら、被害届が出されてて、ストーカー、もう3回目なんだって、会いに行ったの。で、女の子から被害届が出てて、もう二度と会いませんって、念書も書いてるのに会いに行っちゃってたのよ。で、俺知らなくて、告白しようよってやってて、二人で警察署に行って、何やってんだおめえらって。すごい。あの AKB の服着てる人ですよね。そう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 、その人その人。昨日。うん、たまちゃんとはちょっとタイプ違うかな。うん。たまちゃんっていうね、子がここで飲んでて、ひかるくんと。うんうん、で、たまちゃんっていう子に似てるっていうコメントあったんだけど。うん。オリオンビールで KP、ちゃんとも KP、俺沖縄行くかんね、月末。もしよかったらリアドして、ちゃんとも。飲み放題は1時間1500円で、チャージが500円かな。だから2000円でしょ。で、延長が1000円。1時間。ダメです。一緒ですね、赤髪ね。でも、すごい似合う、赤。本当ですか、うん、似合う。段ボール遅いよ、早く来いよ。段ボール待ってるから。
アイテムありがとう。もしよかったら皆さんアイテムお願いします。ありがとうございます。これで細田がアイテムしたらね、爆笑なんだけど、細田はできないんだよな、そういうこと。素人リスナーだから。ここで、細田が花火ボンってあげたら爆笑起こんのにな。和道最高とか言って、なあ、それが、だからアマチュアリスナーなんだよ。ここで花火だろ、細田。なあ、そう思わね。ここで細田の和道最高っつってさ、花火10発もう、まあ爆笑だよね。それができないから三流リスナーって言われちゃうんだよねえ。細田に期待だよね。そしたら俺は細田の全てを許すよ。100万分花火とか爆笑だよね。30分前とガラッと雰囲気。そうだね、細田、太田じゃないんだよね。やっぱ名前通り細田、細いんだ。そう、細田なんだ。そう、体も細いんですか。わかんない、知らない、会ったことないから。何時まで？ 6 時までいようかなと思ってる。リスナーさんが今から飲み2人来るって言ってるから。うん、靴おしゃれだね。本当ですか？キラキラしたの好きなの。そうです。スワロ、スワロ。あー、いいね。荒野呼ぶなよって、荒野帰ったばっかりだよ。ホテル行かないって言ったら帰られました。え、一緒ホテル行くって言って、行かないって言ったら帰られば、じゃあ帰るって言ってました。荒野が。え、何、行かないって言ったのラムさんの。うん、行かないって聞かれて、行かないって言ったら、うん、じゃあ帰るわって口説くの下手だな、うん、ホテル行かないってもうさ最低な発言だよね、もう。うん、女の子にホテル行こうっていうやつはもう最低なやつだよ。誰の深夜食堂とは言わないけど。誰の深夜食堂とかね、年齢、そういう人なんですか。いや、わかんない。なんかよくわかんないけど、誰の深夜食堂とかね、今からホテル行こうよとか。汚ねえ男だよ、本当に。初見さんいらっしゃい、楽しんでって。荒野誘ってんのか。カメラが回ってないことでそういうことやるやつは卑劣な。いや、カメラ回ってたと思います。回ってた。彼の。じゃあ、配信者だよ。配信者で言ったらどういう人がタイプなの？顔的に。見た目だけで言ったら、見た目だけで言ったら、あのヒカルさんみたいな、うん、私ヒゲ好きなんですよ。はい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 、ヒカルくんかっこいい。黒髪短髪ヒゲが好きで。はい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 。そうですね。ヒカルくんあと笑顔良くない？可愛いの。あ、そくしゃって笑いますね。そうそうそう。ワズセン、イッセン、ワズセンって。ただなんか、あんまり配信が結構やんちゃなんで。ヒカルくん？なんかいつもなんか警察沙汰なってるイメージがある。確かに。確かに。そうですね。あと年上の、かなり年上の人が好きです。え、例えば今いくつなのか分かんないけど、大体何歳ぐらいから好きなの。35以上。ああ、はい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 。立て花の何階。いや、2階、2階の入ってすぐ左に入ったところ。和野さんいくつか公開してるんですか。俺36。ああ、36歳。うんうん、いや、36で、既婚ですか。いや、結婚してない。したこともないです。ないないない。結婚できるわけないじゃん。配信で飯食ってるとか頭おかしいでしょ。誰が結婚すんだよ。うん、いや、嘘はついてないです。36です。嘘嘘、ごめんね、32歳。すいませんでした。ちょっとね、見え張りたいっていうか、俺もちょっとね、可愛い女の子前で嘘つきたくなっちゃった。ごめんごめん、ほんとごめん。いや、35がいいって言うから、うん、じゃあ36って。褒めてもらった、嬉しい。ごめんなさい。後ろすごい可愛いんですよ、ほら。可愛いね。丈が違うんだ、後ろと前で。後ろの方が長い。あ、可愛い可愛い。うん、おしゃれ。可愛いよね。すいませんでした、見え張って。でもなんかもう彼氏ができないですもん。選んでるからだよ。選んでないです、選んでないです、選んでないです。モテないはずないじゃん。モテないです。
なんか自分のことをお高く言うつもりはないんですけど、ゴールデンウィークで高速道路混んでるだろうなって思ってみんな下道で行ったら、はい、みんなその考えで意外と高速が空いてたみたいなこともあるんですよ。わかりますかこの例え。私は綺麗だけど意外と男寄りつかないんですよっていう話でしょ。綺麗っていうかなんか彼氏いそうとかは言われるから、いやいそうだよ、モテる。あ、来たんじゃないですか。おーい、生、おー、かわいいじゃん、おいで、今日顔出しちゃえよ、おいで、かわいい、すごい。じゃあいいよいいよいいよ、ショートカットじゃないですか。かわいいでしょ、かわいいでしょ。そう、おいで、いや、マスクつけてればいい。いいよ、来いよ、ちょっとサービスしろよ。何飲む、おいで、飲み本にする。え、なんでもいい。うんうん、すごい、乃木坂にいそうです。かわいいでしょ。うん、うちの一番かわいいって言われてるリスナーの一人よ。飲み本にする。ね、かわいいでしょ。うん、みんな大好きだよ。香水つけすぎだよ。え、ワンプッシュ、ワンプッシュ。嘘、うん、何香水、シャネル、シャネル、5番違うな、5番じゃない、シャネル、チャンス、一緒です、私もチャンスです。あ、そうなんだ。あれ、匂いきついですよね、ワンプッシュでも。うん、何色ですか。あ、私ピンクなんで薄いんですよ、匂い。あ、いい、シャネルに挟まれて。結構きついよ、でも。あ、強いね。うん。あ、でも、いい。さっぱりしてる。あ、ありがとう。ありがとう。意味わかんないけど。乃木坂にいそう。すごい、かわいい。汗やばい、汗、汗やばい、汗。あ、さやねえみたいって言われてる。あ、それめっちゃ言われる。めっちゃ汗やばい。あ、どれさん、どれさん。いや、どれとかはもうオカマと飲んでりゃいいんだよ。さっきそこで踊ってましたよ、裸で。なんかブラジャー1個で。いいんだ、あの、あんな筋肉の塊で、筋肉バカはもうなんかオカマと飲んでればいいんだよ。チャイナブルー、チャイナブルー、はい、はい、ねえ、暇だったわけよ。暇だった、もう大体暇だけど。お酒飲めんの。多少。よし、じゃあ今日はパーリーしよう。マスク取らないといけないじゃん。あ、そっか。マスク、マスク取ってください。おい。やば、恥ずかしい。ねえ、なんかすごい、両手に花だね。両手に花。いい人生だ。え、でも絶対若いですよね。若い若い、彼女は。あ、いいの、マスク取って。もういい、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 もう諦めた、もう諦めた。あ、いい、いい心がけだよ。もういいです、なんでも、もういい、もういいです。オッケーオッケー、逃げないです。うん、モテモテっつうか、もうだってね、別にあの、友達、友達、友達、まあたまにはいいでしょ。でもショートカットで、うん、え、ショートって顔が可愛い子しか似合わないから無理なんですよ。いや、絶対似合う、ない、絶対似合う。あ、でもあの、ラムちゃんはロングの方がいいと思う。あ、うん、エロいから。いや、そう、わかるでしょ。あ、でも負けばいいじゃん、なんかこう、なんつうの、あるじゃん今、その編み込んだりさ。ラムちゃんは全然ロング似合うと思う、うん、綺麗系の人はロングが似合うんだよ、うん、でもあの、髪の毛でごまかしてるんですよ、わかります。なんか女性らしく見えるじゃないですか、髪長いと。綺麗だよ、綺麗だよ。いやいや、撮ってる、ショートも似合わなくわけじゃないよ、全然似合うと思うよ、ラムちゃん。ねえ、あの姉妹よく言われます。ミカさん、多分ね、髪の色だよ、そう、そうです。ミカさんが髪の色赤だから。で、俺ポケモンマスターになるよ。解放の復活、今解放を今 HP 回復させてるから。なんか服装もなんか AKB とか乃木坂っぽいです、ね、わかる、かわいい。ちょっとパンクとかボスロリ好きなんだよね。フォローありがとう、ニコラスさん。
ありがとうございます。たまにたまにやってます。ほんとカソカソです。両手に花でしょ。配信、いや本当になんかマグレでたまに200いくぐらい。おお、すごい。なんか朝方とか誰もやってなくて、おすすめに乗って、はい、はいはいはい、なんかびっくりする。ぶっ放るパターン、ね、どっかにさらされてんのかなって言って。いいじゃんいいじゃん、だ綺麗だから伸びるよ。いやなんか好き放題喋っちゃうんで。だからもうあれ、そうザックバランタイプでしょ。そう、この前誰々くんかっこよかった、デートしたんだとか。12年の片思いの話をずっとやってて、12年片思いしてて、はい、いいね、香ばしいね。え、どうなったんですか。いや激甚しました。出会いは、いや私の一目惚れです。いやだからほら学校でとか。いやもともとダンサーで、ダンサーでダンスのイベントで、うん、あの彼は歌ってる人だったんですよ。はいはいはい。で一目惚れしたけど声もかけれず、そこからちょっとイベントにちょこちょこ見に行くぐらいで。それファンじゃん。そうです。でだからその人と繋がれたらなと思って入ったんですけど、そういいね。つい数日前に繋がられて、あとおしぼりも。ツイッター ID、ラムちゃんくんです。ラムちゃんくん。みんなに。ラムちゃんとダンボールと、一番かわいいワドちゃんね。ワドちゃんです。ワドル。はい、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ケビー。いや、さっき私、ふわっちインストールしたんですよ。あ、ありがとうございます。あ、布じゃなくなったの。今日だけってこと。こ、あ、よかったよかったよかった。申し訳ありません。いい、うん、おー、ひかるくんお疲れ、うん、あ、ひかるくんお疲れ。ひかるくん、さっきはありがとうございました。バカありがとう、ダーン。なんでダンボール、それがめちゃめちゃ面白いんだけど、たまたまコメントを打つときにダンボールが目の前にあったからっていう。俺そういうシンプルなのはいいと思う。ゲビーで、ダンボールリスナーさんで今バーで一緒にヒカル君と飲んでて、でもうヒカル君帰っちゃうっていうか、もしよかったら一緒に飲みませんかって誘ったの俺が。こんな感じ。シャイナブルー、うん、いいね、おいしい、うまいよね、うん、これディタクレなんだけど、そこにブルーキュラスを入れたってことで。ディタクレ、ディタってライスじゃん。ライス、これにコメントすればいいんですか。これに、うん、ラムだよって書いてある。はい。で、これにブルーキュラソーっていうのを入れたのが、なんかこれ飲んだことは味似てるから。はい、関節キス。はい、関節キス。関節キス。同じでしょ、似てるでしょ。あ、似てる似てる。 それに少し甘くしてんのか、これが。美味しい。シャイナブルーいいじゃん。はい、関節キス。いつからキャバクラになった。あ、俺キャバクラ行かないもん、全然。だってみじめになるだけだもん。5000円払って1時間飲んで、ドリンクいいですかって言われて、ドリンク渡して、なんか寂しい思いして帰るの嫌じゃん。俺何なんだろうみたいな。ツイッターわからない。え、ツイッターわからないですか。うん、え、連携できてないかな。え、俺のリスナーになったきっかけって何だったんだっけ。あ、思い出した。いいわ、ごめんね。ごめんね、俺が KY だった。OKOKOK、 ごめんね。え、ツイッターこれ連動できてますよね。できてるよ、できてる。あ、はい、ソロリクありがとうございました。そう、メンタル不死身ちゃんでツイッターやってる。あ、そうなの。なんでメンタル不死身さんの強いの結構。いや、すぐ死にかけるんですけど、 HP2 ぐらいで、いっそ死ねたらいいのに、痛みだけ感じるっていうところから、うん、あの復活するんで。やべえな、俺ラムちゃんのベホマになりたい。ベホマになりたい。スライムのなんか足がピロロロンって、もうなんか回復させたい俺ラムちゃんのこと。そうなんだ。できてるよね、わかるよね、ラムちゃんのツイッター。ラムちゃんもふわっちやればだ。ツイキャスさ、いくらアイテムもらってもお金になんないけど、うん、普通に放送してるだけでアイテムもらうじゃん、うん、それの半分が自分のキャッシュになるって考えればいいから、ただでやるぐらいだったら今ふわっちやった方がいいと思うよ。
頑張ります。ね。ふわっち、ラムちゃんがふわっち配信者になったら見る人手を挙げてください。ラムちゃんの放送を見るよっていう人手を挙げてください。ぜひ見ますって。手を挙げて。今日なんか嘆きしかしてないね。嘆き配信。いいじゃん、いいじゃん。全然いいよ、全然いいよ。こないだもベロベロに酔っ払って。いいじゃん。私に何が足りんかったんで、ないんで。手挙がってる、いっぱい手挙がってる。じゃあ、もう一回コメントと、フォローしてねって。そしたら、あの放送始まったらフォロワーさんになってくれるから。はい。すごい。虎柄のビキに来たら見る。切るよね、切るよね。切るよね。全然切るよね。ハッチ、お前は手あげんな。お前は俺の囲いだろ。お前は俺に花火をな、ね、いっぱいくれてんだから、お前が行ったら困るんだって、ハッチ。お前は行くな、ハッチ。お前はここにいろ。お前だけは逃さないぞ、俺。手あげんな。爆乳版。ダンボールかみたいな配信やんないやってない、やらない、やらない、怖い怖い。ラムちゃん通知登録しました、ありがとうございます。これか、メンタル藤見ちゃんがラムか。そうです。え、でもラム、どっちがいいんだろうね。ラムっていい名前だ。ラムメロちゃんって間違えられることがあって、で、ずっとあだ名がラムだったんですよ。メンタル藤見ちゃん、いや、まあいいか、メンタル藤見ちゃんいいかもね。うん、藤見ちゃん、藤見ちゃん、藤見ちゃんって呼ばれるんだろうね、多分。いいと思う。福岡出身なんで、方言でこう何々ちゃって言ってて、あ、かわいいじゃん、いいじゃん、あ、方言いいよ。それでなんか、うるせえ奴らのラムちゃんみたいな喋り方だねって言って、ずっとラムちゃんってあだ名だったんでしょ。あのね、なんか方言、地方の人って配信するときとか標準語になっちゃうじゃん、あれもったいないよ。うん、方言って可愛いんだよ、色の方がいい。いや、お前も、え、見出ないもん。名古屋ってどんな方言？名古屋そんな出ない。今喋ってる普通。嘘つけ。長い。めっちゃ長い。言わない絶対。嘘つけ。林凛。いや、言わない。そんな三河地方の。あ、なんか地方で違う愛知県でも。名古屋都会だもんね。言わないんだ。うん。福岡に外れなし。名言だね。うん。でも、原会長とって言ったら、全然通じなくて、あの、原角っていうのが方便って知らなかったんですよ。原会長っていう人と、まあ、なんか、ね、そうよね。原会長って誰と思って。原会長。怒ってるのって原角って言うんですよ、怒るって。はいはいはい。お腹角の原角じゃなくて。いや、だから原を立てるを原を立てる。怒ってるのっていうことを原会長とって聞くんですよ。あ、原会長とか。そうそうそう。要は原書いてるの、要は怒ってるのか。そうで、北九方面なんで、はい。だから、何々タイとかは言わないんですよ、私の地元は。はい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 。まあね、タイってよく聞くよね。うん、かわいいかわいい。うん、初見さんいらっしゃい、楽しんでって、もしよかったらフォローしてね。アイテム2000個くらいください。よろしくお願いします。え、ふわっちはツイキャスみたいに1日何ポイントもらえたりしないんですか？ない。見てる方は課金するしかないんだ。課金するしかない。無料で見れるよ。え、いや、あの、ツイキャスとかだったら1日100ポイントをみんなもらえるんですよ。うんうん、だからその100ポイント使って自分の応援してる人に投げるとかなんですけど。あ、そういうのない。あ、ないんだ。一切ない。ない。だけどレベルっていう概念がないから、普通に放送できるよ。地元一緒、うん、一緒なんだ。もこちゃんありがとうね。すさんおはよう。ゴリいつくんだ。ゴリ波をいつくんだろう。シャイナブルーって言って、これディタグレープってグレープフルーツジュースにライチが入ってるの。これにおはようのんちゃんブルーキュラソーっていう青いのを入れるとシャイナブルーになる。あ、ダンボールと地元一緒なんだ。美味しいよ、あのシャイナブルーは。これはバレバレだよ。いいよ、みんな喫煙者。バレバレ、どうやってプロフィールですごい、もう21人もフォロワーがいる。こうを公開、性別地域公開人よね。で、フォロワー、あれフォロワー非公開、フォロワーを公開中、そう、非公開になった、非公開にしました、うん、で、フォローをこれもフォロワー公開する、非公開にする、非公開でいいです、はい、これで OK、はい、ありがとうございます。
ラムちゃん言われて、あ、やっぱりああいう地方の子はラムちゃんって言われるんだ。風船50個ありがとう。あ、もう諦めたんだ。オッケー。じゃあ3人で飲むわ。風船50個すごい、うん。え、さっきいたの？ヒサさん。マジで？リアトツカウントしたかったのに。かきたれって何ですか？かきたれってなんだろうね。わかんない。ダンボールおしゃれだよ。ちょっと立ってみて。ファッションチェックダンボール。ダンボールくるっと待って、くるっと。そう、なんか、何これ？中にシャツ着て上からワンピース。ワンピースだ。ここにハートがついてるの可愛い。アリス。アリスっていうメーカーなの。うん、あの不思議の国のアリスのキャラクター。ああ、はい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 。ウサギと。ダンボール可愛いよ。ぐさぐさ大変そうです。パチパチですいつも。柔らかいとも通じないが、そう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 、わかんない。あと、なんていうの、関西でいう芝生像、うん、芝生像が私の地元はクラス像なんですよ。誰のクラスって言われてクラス像、うん、お前クラス像っていう、そんな違うんだ。いや、45くらいはどうですか？あ、全然大丈夫です。ていうか、若い子に好かれないんですよ。年上の人にしか好いてもらえない。年上キラーかもしれない。あと既婚の方にすごい口説かれます。あ、今色気があるんだよ。色気が。色気とかないですよ。色気ねえもん。色気ですよ。色気ねえよな、お前な。おしゃれ、ありがとうございます。本当に、本当にいい加減、本当にいいよな。いい加減出てきてほしい。いや、ない、出ないタイプだ。出ないかな。でもね、年食っても若いよ。変わんないタイプだといいけど。色気やっぱあると羨ましいってなる。うん、羨ましい。子供みたいだもんな。出ない、出ない。ダンボールには出ない。色気欲しい。いや、でも絶対、絶対そういう、ここまで締めてるからって。いや、開くの似合わない。分かってる。上田彩に似てますね。あ、昔言われてました。でも一番言われるのあるでしょ、なんだっけ、さやね、うん、山本さやでしょ。あのサイレントマジョリティ歌ってほしいです。ナム、うん、さんは公式24で実年齢25です。おー、若い若い。え、上だ。え、年下だと思ってます。すいません。いや、俺も思ってた。びっくりした。嘘だろ、今思ってた。も俺もびっくりした今。え、お前下上なのと思って。え、6、26なの。あ、じゃあ私早生まれなんで、今年6ですか？今年6。じゃあ多分同級生です。あ、やばい。私早生まれで今年25になったんで。マジか。こんなに、こんなに差が出るの？こんなに、こんなに差が出るの？色気ねえな、ダンボール。ショック、涙。ショックだな。え、すごい。同い年だ。二十歳ぐらいかと思ってました。なんかもしかしたら配信上でお酒飲んじゃいっていう年なのかなとかすごい気にしてました。え、平成3年です。平成4年です。じゃあもう完全に。同い年だ。うん、マジか。涙、涙でしょ。こんなに差が出るの。え、でも若く見られたいです。怖い、世の中怖い。小学校の時から、うん、あの、父兄に間違われてたんですよ。中学校の時の写真ありますよ。あ、見たい見たい見たい。制服で地元バレちゃう。すごいね、同級生でここまでさ、なんかタイプが違うとすごくない？これです、中1。え、嘘。中1のハロウィンです。中1これで、これ公開していい？あ、いいです。え、これ中1なの？中1じゃない、もう20歳。え、20歳っていうか、おっぱいどうなってんのこれ。中学校1年生、あ、明るすぎますか、画面が。いや、いい、いい。これ中1のおっぱいじゃねえぞこれ。ピンクで中一のおっぱいだよ、これ。どうなってんの、これ。そりゃね、なんか中学生がどうのこうのみたいな変な事件起きるわ。中学。そうですね、これ中学校の時。嘘だろ？ヤンキーだね。ヤンキーだ、ヤンキーだ。ヤンキーだよ、ヤンキーだよ、ヤンキーだよ、ヤンキーだった。これヤンキーだよ。ヤルじゃない、ヤンキーだよ。これヤンキーだよ。ヤンキー8番ギャルになるみたいな。ヤンキー、ヤンキーです、これは。これヤンキーだよ。ナムさん、立って、はい。
後ろが可愛いの、すごい丈が違くてヒラッとしてて、そう。でも私お尻売りなんです。お尻売り、お尻売りの少女なんです。どれどれ、おお、いいね。絶対似合わないかな。セブン、え、セブンさんがどうしたんですか。そんな、セブンを悲しませるな。セブンを泣かすのは何、どういうこと。え、全然 おっぱいが売りじゃないの。お尻が綺麗って言われる。え、知らないです。何のことですか。めっちゃなんかセブンさんセブン暴露してるぞ。何があったらしい。え、暴露って別に何も。いや、なんか、行こう、行こう、俺聞くよ。っていうか、セブンさんはもともと私のリスナーさんで。あ、知らなかったんですよ、私大手さんとか見ないから、はい、いいぞ。で、全然普通にご飯行って遊んだことがあるんですけど、なんか、あの、DM が来て私の方に、あの、キャナピさんとセブンさんは付き合ってるから、はいはいはい、なんか結構あなたの枠で結構こう遊びましょうとかコメントあの人してますけど、やめた方がいいですよみたいな、はいはい、でずっとラムさんの配信潜って聞いてたんですけど、ラムさんはすごい純粋な子だと思うんで、なんか忠告だけしたいですみたいな感じで DM が来て、なんかこうご飯行こうってなってたんですけど、トラブルになるのは嫌だから、大丈夫なんですかって聞いたんですよ。いや全然そんなことないし、ただのお友達だしって言われて、で普通にご飯行ったんですけど、なんかそのなんかまあ付き合ったりとかってできるのみたいな感じで、でもなんかそのいいよ、行こう行こう、ケビーあケビー行こうぞ、いい香ばしくなってきたじゃないか。いやそれで、でそれでなんか今は酔っ払ってるからちゃんとシラフになった時に、うん、でもなんか配信者さんって結構チャラいイメージがあったので、うん、なんか私もなんかよくわかんないし、そのセブンさんの配信をずっと見てたわけじゃないからって言ったら、そのなんか名古屋でリアトツが、便所太郎さんとか、はいはいはい、マーボーさんとかでやってた時に、はいはいはい、で、なんかキャナピちゃんとはもうそんなんじゃないし、俺は枠でちゃんと好きな人ができたって言うね、みたいな、うん、そっからちゃんと改めて告白するね、みたいに言ってて、うん、なのになんかキャナピちゃんと一緒に配信をなんかつけてたんですよ。ああ、まあそれはね。で、なんかキャナピちゃんの子すごい好きなのに、すごい失恋したみたいな感じになってて、私は、そんな好きだったんならそう言えばいいじゃんって言って、うん、なんかそういうのだったら別に邪魔するつもりはないし、うん、そうだよね、なんかまあ頑張ってくださいって言っただけの話ですよ、うん、なるほどなるほど。それはセブンが悪いよね。え、別に何にもモテ遊んでないですよ。それはモテ遊んでないじゃん。セブンが要は女にちょっかい出しちゃった話だよね。だから私のことが好きって言ってたのに、ね、結局そのキャナピちゃんがいいって言ってたから、あ、そうなんだって、何にもしてないですしいや、それ普通にセブンが号泣してるって、セブン中津田じゃなくてセブンがブーメラン刺さっただけでしょセブンがブーメラン投げてブーメランが今刺さっただけだから、泣かすときはいいんだよ、そんな。そうだろうん、キャナピとは何もない。いや、だからセブンがキャナピの話題出して、もう自業自得じゃん、うん、セブンの恋が散る、俺の背中についてこい。いや、すごいすごい優しい方だった。まあイケメンだしね、かっこいいし、すごい優しい方だったので、うん、ね、いや、さすがにこれはセブンが悪い。え、私が悪いんですか。全然、いや、かっこいいだよ、セブンさんの、セブンさんのかっこいい、全然悪くない、客観的に聞いてて。で、なんか、うん、ナーボー好きなの。あ、ナーボーさん、ナーボーさん、よく配信見てます。大手見ねえっつってただろうかよ、お前。ナーボー大手だわ、お前。潜って見てるだけですけど。いや、お前、見てんじゃねえかよ。ナーボー大手だわ。ナーボーモテるよね。うん。ナーボー好き。モテるイメージ。いや、そう、いや、そう。誰が好き配信者和道さん。もっとうまく言えよ。え、だって別に、ここもなんもないじゃないですか。なんもない。石川さん、え、森行き好きなの。うん、好き。抱かれたい。え、それはぶっちゃけ抱かれたい、抱かれたい。それはちょっと違う、なんかでかすぎちゃって。ああ、そう、顔これくらいだからね。石川の顔これくらい、すごい近いよ、これくらい顔見てるのは面白い。ジジも混ぜたよ、あの状況見てましたよね。あの状況、私こう、拒否ってましたよね。うわ、ん、おっぱいでかいね。
ラムちゃん、そしていつか、いつかやべえ、ワドスやわらかいっす。それだけだ。やべえっす、ワドさん。いっせ、いっせ、おっぱいいっせ。いや別になんかちゃんとそのセブンさんがすごいなんか真面目にしてくれるんだったら全然いい方だなって思ってたけど、うん、なんていうの、そこから昨日なんかキャナピさんたちあのリアトツの後飲んだ後もベロベロで電話してきて、でなんか酔ってるし話にならないし、うん、って言って今日も別に連絡ないし、うん、まあそういうことなんだろうなと思ってただけです。なるほど、セブンの愛した女かこれ売れるぞ、ふわっちでブレイクするぞこの子え、私がひどいんですか、うん、うん、全然そんな、いやセブン最低って話だから今遊んだつもりとか全然ない、本当に彼氏いないですし、理由があるのでは。セックスはしてないでしょ。全然してないです、うん、うん、だってなんか言いたいことあんだって電話してきたらいいじゃないですか。じゃあ話を俺まとめていいですか。今の話全部まとめるよ。いい？納得したら納得って書いてくれる？みんな。俺が今セブンさんとラムちゃんの話聞いた。いろいろ分かった。その上で言わせてもらいます。納得だったら納得ってみんな言ってね。全部佐野が悪い。以上です。全部佐野が悪い。以上です。納得だろ、全部佐野が悪い。佐野さん、うなちゃんマンが全部悪い。謝れ、何に謝ったらいいですか。いや、いいって、ほっといていいよ。いや、囲いがわーわー言ってるだけだから。チャーハンに謝るんですか。納得できないいい、納得だよ。セブンさんに今電話してよ。じゃ白黒つけよ、白黒つけよ。今さ電話で話そう、泣いてるって電話して、スピーカーフォンで。スピーカーですか。もちろん配信だもの、うん、スピーカー、スピーカー出して出して出して。おかけになった電話をお出になりません。おかけになった電話をお出になりません。なんで出ないんだろう。なんで出ないんですか。切ったのかな、うん、謝るも何も、うん、何セブンさん、あ、キャス中か、じゃあいっか、うん、まあ全然ね、言いたいことがあるんだったらね、話全然するよね。ラムちゃんは逃げも隠れもしてないよ。うん、借境なのかな、スライドして切ってた。携帯、あ、携帯で配信してんだ。そっかそっか、じゃあ無理だね。ごめん。なんで泣いてる方が悪いんですか。あ、泣いてる方が被害者なんですか。だって普通に私のこと好きって言ってて、それでそうやってしてる方が意味わからなくないですか。うん、あ、セブンさん本人がどうこう言ってるわけじゃないんだ。じゃあやめよ、うん、めちゃめちゃ言われてる。いやだって中途半端なのは向こうじゃないですか。いや、うん、だって要は付き合ってくださいって言われたんでしょ。でも今お酒入ってるからって言ってたんでしょ。え、お酒入ってるからやめようって言ったのラムちゃんじゃないの。いや、酔ってるでしょって言ったら、はい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 、なんか酔ってるから明日ちゃんとするしみたいな感じで言ってたんですけど、うん、はいはいはい。おはよう、スカーレット。おはようございます。ねえ。何をぶち切れるの？ねえ、セブンさんはなんで泣いたの？そもそも。それが知りたい。セブンさんを泣かすなって急に言われても意味がわかんないよね。セブンさんの話一切してないの。彼氏いないです。
セブンさんかなり本気だった。じゃあなんでキャナピとね、うん、って感じだもんね。本気だったよ。でもクソも連絡してきて、私今日もコメントしましたもん。僕でヒカルくんがおっぱい触ったからそれで号泣したんだって要は俺の大好きな女のおっぱい触ったんだで、ヒカルくんとセブンさんって捨て頃っていうイベントがあったのね、うん、3万人見てる前でヒカルくんに負けたのよ、うん、だから好きな女のおっぱいは揉まれたし、あの勝負でも負けたから乾杯っていう意味で泣いたんだって。だから全然悪くない、ラムさん。おっぱい揉まれてないですよ。いやまあ触っただけだよね、こうやって。まあこうやってやってて、みたいな、うんうん、まあセブンさん泣くわな、それは試合で敗れて好きな女のおっぱい触られたらもう泣くわな。それは同情するわ。お悔やみ申し上げますセブンさん、お悔やみ申し上げます。本当に勝ち負けは関係ない。え、でも誰とも付き合ってないし別に、うん、ないですか。ねえ、いいじゃんね、俺への当てつけ違うえ、だって別にヒカルさん枠やってなかったじゃないですか。ヒカル君全然配信外だあえ、全然違うの、全然違うの。俺もさ、だって初対面だしさ、セブンさんの名前出てくると思わなかったからびっくりしたよ。え、配信つけてなかったでしょ。つけてないのよ、ヒカル君は。なんで俺が生きがってるんだよなんで俺まで飛び火してんの、なんでなんで、なんでダンボール俺悪い、なんで俺こういう役回りなのにいつも。俺なんも悪くないでしょ。びっくりするわ。ほんで俺を叩かれたのに。煽ってねえよ。あ、じゃあ、シャイナブルーで。同じの。テキーラコークで。フォロー外すわってなんだよ。なんだろうもう、はい、すいません、なんか、すいません、はい、すいません、はい、煽って、煽った俺煽ってなくないか、状況を説明したんだよ、今。え、なに、捨て頃セブン VS はどうなの。俺、ボコボコにされるぞボコボコにされるぞ、俺。これ、ダンボール、ダンボール。いや、まあ、フォロー外すんなら外してください。わかりました。さようなら。怖えな、セブンが来いと。こんなガチなんだ。酔ってないよ、全然。酔ってないよ。いや、私、やばい女なんですか？捨て頃負けたのっていうのは煽りになるの、うん、そうなの。小せえ男だな、小せえ男だな、ほんと金玉の小せえ男だわ。囲われすぎて頭おかしくなってんだろうな、多分。気持ち悪い。保留にしたじゃないですよ、保留にしたじゃないですよ。いや、小さすぎるだろう小さすぎるだろう。なあ、女でグチグチ言って泣いてダセーわ、正直クソダセーわ。酔いが覚めたらまた連絡しますって言っててしてこなかったっていうことはそういうことじゃないですか。ダサすぎるわ。連絡したことすらも忘れてるかもしれない、酔っ払って。いや、ダサすぎない、ダサすぎない、自分で前に立たねえじゃん、全部。だっていつ別れたのかも知らないし、うん、そのいつ解散したのかも、いつ家に帰ったのかも私は知らないし。スカーレット3号、次ブロックね、気をつけて。
でもそうやって配信つけてるんだったら別に私と喋れるじゃないですか、うん、ねえ、うん、普通に話せばいいのにね、うん、あるわっつうかさ、別にセブンの放送見てればいいじゃん。俺のところ来てさ、俺のリスナーじゃないのにぐちぐち言ってんのお前らだよ、うん、俺ら楽しく配信やってんだから帰ればいいじゃん、セブンさんの放送に。みっともないことやってんの、どっちよ。セブンさんが配信つけて今なんかやってるって言ったからここにセブンさん付き合ったのってコメントが来た。そうだよね、俺らは別に普通に話してたからね、セブンさんとか言ってない、言ってないじゃん。セブンが耳っちいだけじゃないの、その枠見てさぐちぐち言って勝手に泣いて。セブンが悪いじゃん、どう考えても。俺らセブンなんて興味ねえもん。どっちだっけ、楽しく飲んでんだからほっといてくれよ。泣いても笑っても別に構わねえけど、小せえよ。違うか、俺言ってるの。俺ら楽しく放送やってんじゃんな。付き合ってなくて、でも今この配信に出てたら、お前なんかセブン泣かしただろうってすごいコメントが来たから、バーって来たから向こうが名前出したんだよね。付き合ってないし、うん、どうでもいいよな、俺らからすると、うん、大物ブルナっつうかどうでもいいよ、うん、本当に。セブンの放送に戻れよ、いい加減、うん、いや煽らないでじゃなくて、うん、煽ってるわけじゃなくて放送妨害してんのどっちだよっていう話じゃんね。結局なんか俺は自分の女を守るからとか言ってたのに、結局配信で晒してあげたんでしょ。でしょでしょ、守ってないじゃんね。だから嫌われんのよな。え、だからなんかそれでなんか知らないけど、なんかじゃあヒカルにおっぱい触らしてるシリガル女とかそういう風になってるんでしょ、私が。でしょ。いや俺の放送実際荒らされてるんだから、見て見てよ、セブンコメントばっかりじゃん。ディスるよそれ、人の放送荒らしてんだから。でしょ、いいよもう。ザナショートの子かわいいじゃん。アファフメン来ればよかったのにね。終わり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 、この話終わり。うまい酒がまずくなる。シリガルってどこが、別に誰ともしてないです。セブンゼさよなら、うん、ブンブンするのやめ、ブンブンって何ですか。わかんない、わかんない。あ、フォローありがとね。もしフォローしてくれる人、フォローよろしくお願いします。俺は今回の件でリスナーさん減ってもその程度のリスナーさんだと思って変わ、あの発言は変えません。セブン、クソダセーから。うん。クソめめしいから、セブン。はい、この発言で消える人はさようなら。この発言で和道が正しいと思う人をフォローしてください。セブン、お前めめしいから、クソダセーから。勝手に泣いてろ、字幕で。名前出すな。めんどくせ。でも、なんかすいません。あ、いいよいいよ、全然いいよ。うん。大丈夫大丈夫。これで切れるようなフォロワーさんだったら俺いらないから。ほら、こんなにフォローしてくれる人がいるでしょ。いいよ、です。キャスパー行きたかった？あ、だから言ったじゃん。行くって言ったじゃん、今日。ねえ、普通に考えて別におかしいこと言ってないよね。うん。名前出してないよって。だったらなんでこんな鳩が飛んでくんのよ。おかしいでしょ。私の自爆でもないですし。ねえ。うん、ありがとう、風船ありがとう。かわいいってダンボールダンボールファンが着々と増えてる。よかったです、うん、キャスはね、あのよくいるからみんな来て、ぜひ一緒に飲みましょう。 ありがとうございます。あ、フォローたくさんありがとう、よろしくお願いします、これからも。 ありがとうございます、飲み直そう、飲み直そう。はい、乾杯。ケイピー、いいよいいよ、なるみさん謝らないで。なるみさん謝らないで、全然。ケピー。全然気にしないから。うん。うん。いや、俺は配信者だから思ってること言うよ、全然。感じたこと、思ったことを正直に言うよ、うん、
名前出してないんだったらなんで俺の放送に来るんだって話になってくるでしょ。さやねえに似てる。俺は全然眠くないよ。たくさんフォローありがとうね。これからもよろしくお願いします。ねえおいちゃんね、会いたいね。俺は好き嫌いはっきりしてるよ。めめしいよ。人の放送を荒らすのは最低、配信者として最低な行為だから。話題に出すな。ちょうだい。思われたらもうほっといていいよバカは。面白い。ここ6時までですよ。ラーメンはいいや、初見さんいらっしゃい、コメントありがとう。もしよかったらフォローしてね、よろしくです。いつもいる、結構いますよ僕。よく週に4回ぐらい来てるかもしれない。よくいる。セブン最低じゃないでしょ。ダサいっつったん、めめしいっつったん。俺最低じゃない、めめしいっつったん。めめしいよ。だいたい配信者が人の枠荒らすな。俺はね、あのチャイナブルー飲んでるよ、チャイナブルー。あー、アミルさんよろしくね、よろしくです。そうなんだ、コンタクトしてるんだけど。コンタクトして見えないのマスクね。多分合ってないもん。やば、やばいね。メガネとか似合いそうだけどかけないの。家だとメガネ。あ、そうなんだ、なんで恥ずかしいの。え、外だと長時間慣れてないからかけてるのに。はいはい、乾燥しちゃうもん。なんか違和感っていうか痛くなってきた。おー、なるほど、おはよう、さくらさん、おはよう、髪いつも黒髪なの。すいません、いいよいいよ。いいよいいよ。でしょ、それでしょ。あんまり気にしないよ。やばいぞ。あんまり気にしなくていいよ。おはよう、すず。おはよう。そう。俺自分の声コンプレックスなんだよね。俺って脇があって本当ですか。本当っすよ。本当っす。いや、テルチャンピンにはだいぶダメージ与えたと思ってる。全部買ってもいいですか。あ、いいよ、ちょっと待って。 iPhone？ はい、はい、どうぞ。そう、あの風呂入らないですってこのリング上がったから。最前列とか倒れてたもん。泡吹いてたよね。最前列は。そうそう、そうだよ、ダンボールがマスクしてんの俺が臭いからだよ。
劇中だからね。そう、ちょっとこのくらい距離開けないと倒れるからマスクつけて。あ、休憩中なんだ今、夜勤で。お疲れ。ドリアンじゃないよな、もう本当。いや、そうでしょ。そうだよ、涙が出るぐらい臭いんだよ。目に刺激が入るから臭っ臭いわーっつって。もうだからラムちゃんが離れても泣いてるのは俺の脇のにせいだよ。ダンボールはマスク外せないのもラムちゃんがもう 目から涙出るぐらい。やっぱ体守ろうとするから本能で。そう、目に来るタイプ。ハートプレゼントありがとう。うん、みんな帰ったね。みんな帰った。説教だね。なんで彼氏作んないの、ランボール。好きな人いる。できないんじゃなくてできない。できないわけねえだろ。できないんだよ。どういう人がタイプ。どういう人、うん、こういう男がいいなっていうのは。芸能人でもいいし何でもいいよ、例えるなら。ダンボールはリスナー。いや、モテそうだよね。朝ゴミ捨て行く人。ダンボールのゴミを捨ててくれる人ってこと。ゴミ女をもしかして。違う、なんか、うん、ドラマとかでなんか行ってきますみたいな、はい、爽やかなやつね。ヤサオじゃないけど、分かる分かる、家庭的なみたいな。お父さんキャラだよね。あ、そういうの好きなんだ。じゃあ、あれが、あの、ココリコの田中とかすごい好き、雰囲気的に。あ、雰囲気的に。違う？よくわかんないけど。よくわかんないけど。わかんなかった。でもなんかゴミ出しそうじゃん。うん、ゴミ出しそう。爽やかに。優しい、優しい、優しすぎるのも、うん、あんまり。おー、うん。極楽の加藤とかもなんか意外とゴミ出しそうだよ。わかる？なんか、うん、自然とやりそうじゃん。いいんだよ、いいんだよ。俺がやるよって言ってすごいヤサオっぽいよね。あ、そういうのが好きなんだ。なるほど、わかるわ。フォローありがとう。わかるわ。子供っぽい人が好きか。子供っぽい、うん、例えばなんか無邪気な人。こうやみたいな。あ、でもかわいいかわいい、うん、かわいい。こうや子供っぽいじゃん、うん、子供っぽい、かわいい。ひかるくんとかそうだよ、うん、うんうんうん、あと誰だろう、配信者で言うんなら稲子とかだよね。稲子さんわかんない。稲子わかんない。稲子多分一番子供っぽいけど。初見さんいらっしゃい。もかもかいらっしゃい。あ、もかもかバーガーありがとう。なんかあの金丸さんがたまにグヘヘヘって笑ってるじゃないですか。あ、そう、それめっちゃ好きで、その部分だけ。あれ好きだ。なんか可愛い。あれで恋心がちょっと金丸さんいいなって。ちょっとキュンキュンする。普段は別に何も思わないけど、その時だけなんか可愛い。なるほど。可愛いよね。うん、笑顔が好きだ。なんか無邪気な笑顔っていうか。わかる。その部分だけ。稲子は悪意あった。俺稲子子供っぽいと思うけど。いるよ、隣にいるよ。え、でも金牌さん可愛いよ、すごく。可愛いっつうか、なんかこう、なんつうんだろう、優しいし、愛されてる。後輩に慕われてるっていうのかな。金梅さんに何かあると動く人いっぱいいるじゃん。ああ、まあ赤ちゃんね、いい意味でね、うん、まあマニアックではマニアックだよね。金梅さん可愛い時あるかもっていうの。
花火投げられた。花火ありがとう。ありがとう、54番。教えてくれて。花火ありがとうございます。ごめんね、スルーしちゃった。買えますかね。本当だ、花火投げられてる。花火ありがとうございます。いや、めちゃめちゃシャイでいい人だよ、金梅さんは。すげえ好きだよ。ラムちゃんね、ランちゃんじゃなくて、ラムちゃん。うん、今泣いてるよ、かわいそうに。金梅さん配信回ってないと全く喋らないよ、うん、すっごいシャイな人。カメラ回った瞬間にこうパフォーマンスが始まるタイプだね。うん、うん、キャスバーの店員さんじゃないよ、リスナーさんのダンボールさん。柏木翔太さんいらっしゃい。優しいよ、すごく。だから反動なんだよ多分、その違いよ、うん、金梅さんちょっとね、なんか顔色悪くなってきたもんね。いや、貧乳、いや、貧乳ではないね。 D カップだね。いい、あー、アンダーがないタイプか。いいか、巨乳じゃん。いいだね。でも下がないとなんかあんま巨乳っぽくない。あー、わかるわかる。要は、あれだよ、スレンダーだから。意外、スレンダーっていう言い方も変だけど、アンダーがこう、かわいいよね、ダンボールね。隠れ巨乳だよ。横向いて、横ウエスト。あー、でも服的にボディライン出ないね、うん、あんまりボディライン出すのは好きじゃなくて。あー、ゆったりした服好きなんでしょ。かわいいプリ、うん、おはよう、肝臓ソールドアウトさん、おはようございます。肝臓ソールドアウト、ちょっと面白いな。おはよう、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね、よろしくっす。黒はね、うん、細身だよ、すごい。ダンボールさんとコラボっつうか、ダンボール全然普通に飯食ったりね、普通に遊んでるよね。うん、何、ダンボールが見たいんだろ。ダンボールのファンがなんかできてるっていう。ダンボール普通に可愛いよ。なんか妹みたいな存在だ。ちっちゃい妹みたいな感じ。ダンボールはヘビースモーカーだね。配信はやらないと思うよ、この子。やらない。やんない。リスナーが一番楽しいもんな。うん。怖いもんだって。怖いぞ、うん、やんやん言われるもん。言われるぞ、すぐピキるから。あー、ピキりそう。すぐピキる、すぐキレゲーになる。全然多分無理。減らる、減らりそう、そっち。うわーって泣いて。もう減られはしない。もう怒っちゃう。あ、それ面白いな。お前のキャラでうわあ切れたら面白いよ。めっちゃ切れる。すぐ切れる。俺それ見るわ。俺はそれ全然見る。囲うよね。めっちゃ面白いじゃん、こんなの。チンチクリンがさ、わあ切れる。チンチクリンだろ、こんなの。めっちゃ口悪いから。うん、そう、悪いの。めっちゃ悪い。結構言うタイプなんだ。うん、すぐ言う。でも面白いよね、このチンチクリンがうわあ言ってたらね。いや、かわいいじゃん、ね、ややこしいからね。まあ、ピキった方が面白いよね。向いてるよね、配信は。ずっとピキピキみたいな。また切れてる。また毎日切れてる。ダンボールまた切れてるわ。相手してくれなくなりそう、もう。
発狂する可愛いチンチクリンとか需要ありそう。新しいジャンルだよね。切った方が閲覧は増える。落ち着いた？落ち着きました、すいません。お帰り。お帰り。待ってたよ。なんだっけ、復活ちゃんだっけ。ラムちゃん。フジミちゃん。全然違う。惜しかった。トイレ。復活ちゃん。すいません。まあ、それまでになったってことですね。うん。すいません、ただいまです。え、彼氏どんぐらいないんですか？5年ぐらい。5年はすごい。なんでですか？いい感じの人もですか？うん。はい、大丈夫です。ワドさんの枠ですよ。ワドさんの枠ですよ。誰の枠か分かんなくなった。ダンボールちゃん配信してほしいって。無理。そう、髪の毛昔から褒められるの髪の毛だけです。いや、なく好きです。親戚の会。え、親戚の会話みたいって。親戚の会話みたい。いや、彼氏いるのとかいう話が。いや、俺彼氏いるのって聞いてなくね。いや、今こう話してたんですよ。彼氏いるんですか。ああ、2人が。セフラ5人ぐらいいるんでしょ。いない。いない。大丈夫。うん、大丈夫。大丈夫。ねえ、うまいですね。ここまで色気に差が出るのかっていう。かわいいチンチクリンと綺麗なお姉さんの感じだよね。私もあだ名チンチクリンでしたよ、ちっちゃい頃。嘘。一番兄弟でブスだったんで。いやいや。俺、彼氏はロハコさん。え、キャサリンいらっしゃい。おはよう。うん、あれ、キャサリン今日出勤じゃなかったの？もう起きてんの？早くね？まだ寝てねえのかな？これロハコさん彼氏。もう一本もらっていい？うん、どうぞ。ごめんね。まだ寝てないの？キャサリン早番だったのかな？6時から12時だね。わかんないけど、今いないってことは。何時からやってる？夕方6時から夜12時まで。6時間勤務じゃない？わかんないけど。今日キャサリンいたって聞いたから。チャーハン食べたら荒れるんですか？ここでチャーハン食うと事件が起こる。だから今日チャーハン食ったから荒れたんだよ。来んの初めて。うん。トイレにもステッカー貼ってあったりするよ。チャーハン食べました、ラムも。だから荒れたんで。今日のチャーハン私が作りました。え、俺のやつ？え、じゃあ裏にいたってこと？あ、裏にいたんだキャサリン。俺が食ったチャーハンはキャサリンが作ったんだ。さっきまでいたんだじゃん。チャーハン食べたらダッシュで出ないじゃん。ここのチャーハンうまいんだよ。でも私唐揚げ乗ってなかったです。じゃあ俺つけてって言ったの。あ、そうなんだ。そう、唐揚げ普通ついてない。また荒れた今日。早番のチャーハン作ったのキャサリンなんだ。キャサリンのチャーハンも食わないとな。
俺コミュ障出てるから人見知り出てるから急に人見知りオーラ出すのやめてくんない？さっきまですげえ楽しかったのになんで急に人見知りだった、うん、そう出てるからオーラが人が怖いみたいな。さっきまで楽しく飲んでたぞ。どうした？すごい人見知りなの。だから多分俺がトイレに行ったタイミングで、ね、発病したんだ。やばいの。そうそうそう。二人になっちゃった。そうそう、どうしようどうしようってなったの。多分ラムちゃんと話してる時。すごい人見知りなの。すごい塩対応されました。じゃ塩対応じゃないの。本当は仲良くなりたいし友達も欲しいのよ。だけどね急に緊張しいの。悪意はないよ。嫌いとかじゃないの。全然本当に。そう。配信で長時間見てる人にしか会えないんだよ。やっぱ配信って怖いですね。なんで？なんかさらされたりとか。あ、まあそうだよ。うん。まあ、俺はね、そんな当たり前だと思ってるけど、もう、うん、しょうないよ。配信嫌いになっちゃった？いや、なんかもうなんか今後は。今までなんか結構その関わってた、まあ、リスナーさんとかもそうなんですけど結構いい人だったんですよ。はいはいはい。いい人だし、うん、普通に個人間の問題なら個人間で喋ればいいじゃないですか。はいはいはい。なんかそれをそんな風に、あー、まあさらされたりね、嫌、うん、だよね、プライベートな話したことはね。配信者、配信たまにしてます。キャスの配信者、裸に夢って書いてラムちゃんだって。いや、メンタル、あ、藤見ちゃんで、あ、メンタル藤見ちゃんでやってるって。今藤見ちゃんで、うん、よくそこ来ないです、来ないです。初めて来たんでしょ？そうです。うん、初めて来て、で、ダンボールも初めて来た。ダンボールこっち来いよ。ランちゃん、ラム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 。歌舞伎町が住まいなの？この辺なの？さで最近そこら辺に家借りて。へぇ、はい、高いでしょこの辺。あ、でも30しないです。高いよ。高いよ。30しないですよ、高い。あ、じゃあ最近越してきたの？最近、そうですね。だってね、うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。俺も今日払うんだ。あ、5000円からお願いします。はい、行ってみる。いいよ、いいよ、いいよ。配信したら泣かそう。泣かさないでください。キャスバー会おうね。はい、ぜひ仲良くしてください。歌舞伎町ですよ。キャバ嬢、もともとキャバ嬢です。はい、今はお客さんの予定があるときだけ出ます。あ、フォローありがとうね。うん、歌舞伎町、タバコ全然捨ててくださいね。あ、ありがとう。私まだ持ってはかない。サンキュー、あざーす。おばさん、おばさん、鼻水出ちゃった。やっぱおばさんになりますよね。いや、20、じゃあ大人っぽすぎるんだよ、雰囲気が。ソープ場の設定で行けますか？こんなの需要ないでしょ。何系なの仕事は？仕事は夜？昼もやってんの？さっきの関係ですけど、設定上は誰かに飼われてるの、うん、じゃあソープ場でいいです。38ではないでしょ。いや、なんか、ちょっとめんどくさいかなって。あ、はい、ソープ場だって。ソープ場。ソープ場はやばい。何がいい？何にしようかな。あれ、フジヤでバイトしてます。あ、フジヤでね。フジヤで、ペコちゃんになる。ペコちゃん、ね、そうです、うん、1日12時間外でベロ出してるバイトしてます。うん、ありがとう。行く？いいよ。お疲れ。お疲れ様です。ありがとうございました。ひどい設定。ソープ場なわけねえだろうがよ。お前空気読めよ。よし。
ソープ嬢さんとかすごい体綺麗ですもんね。綺麗よ。ではでは。うい、お疲れ。お疲れ様です。またね。ダンサーの風俗。はいよ。ありがとうございます。また飲もう。飯食おう。それいい。伊勢丹の店員。伊勢丹の店員。あ、わかる。なんか、あの、化粧品コーナーとかにいそう。シャネルとか。違う。私がセブンさんに振られただけですよ。そうそう。伊勢丹の店員わかるわ。ちょっと。あの、加納美香さんの、あの、バッタモンやってます。モノマネ芸人みたいなね。影武者やってます。影武者的な。SP です。30万の家賃はすげえよな。いやいや、うん、お金使ってないんで。なんで知り合ったの？いや、バーでさっき飲んでて、で、ヒカルくんがもう帰るって言って、うん、で、もしよかったら一緒に飲みませんかって、うん、付き合ってもうずっとしばらく彼氏はいないです。どれくらいいないの？え、ちゃんとしたのを考えたら、うん、1年半とかですかね。おー、まあ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 、結構いないね。ちゃんとしてないのを考えたら。ちゃんとしてないのをカウントしたら。カウントしたらどれくらいいないの、はい、ちゃんと、うん、ちゃんとした人とお別れしたのは1年半前じゃん。はい。ちゃんとしてない人をカウントに入れると何ヶ月間彼氏いないの。あ、でも今年入ってからは半年ぐらい。いないぐらいです、ね。7ヶ月ぐらいいないんだ。パパ偉いです。愛人クラブ。いや、セフレっていうか、なんか付き合ってもらえないんですよ、いつも。おー。一番最後にそういう関係だった人とは、うん、付き合えなかったです。はいはいはい。まあ、12年恋してたんでしょ。すごい一途。12年ファンだっただけです。おー。一途だよね。いや、でも向こうは私のことを認識すらしてなかったんで。ファンだよな。俺は彼氏いない。あ、彼俺は彼女いない、うん、でもなんかもう分かんないです。好きとか言ってくれても、うん、それが分かんないです。なんかあ、まあ男の好きも女の好きもね、言葉じゃね、うん、態度でしょ。そうです。行動が伴ってないと分かんないですよね。うん、嘘なんていくらでもつけるじゃん、好きだって、うん、相手芸能人です。そうです、アーティストさんでしたね。ん、いや、その12年片思いで知り合って連絡先も交換できたんですけど、なんかもう憧れすぎて私も何にも言えなくて、ただただ12年ずっとファンですってしか言えなくて、片思いだったんだ。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。フォローとアイテムたくさんありがとうございます。また明日放送するんで、もし今日面白かった人はぜひフォローしていただけると嬉しいです。今月末に、ヒカルくん、キンバエさんと、テルチャンピン、パルパルと俺で沖縄の旅配信やるんで、もしよかったら見てください。あとね、香川さんのお店で、あの、一日店長をやるのが決まってるので、そちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。Twitter、Facebook、LINE、YouTube、チャンネル登録、それからフォローしてもらえると嬉しいです。それでは皆さんありがとうございました。お疲れ様でーす。最後にエンディング曲かけて終わりにしたいと思います。アイテムしてくれた人、見に来てくれた人、コメントしてくれた人、ありがとうね。じゃあお疲れっすー。
メント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。